はい。皆様、ま、こんばんは。知財情報コンサルタントの滝です。本日も E パテント YouTube チャンネルご覧いただきましてありがとうございます。えっと、本日、もう10月になってしまいましたけども、えー、10月第1かつ、いっぱいの1回目のですね、トークセッションは、経済安全保障と知財という、ちょっとですね、E パテントークセッションしたら結構固めのテーマでお届けの方をしていこうと思っております。えー、ゲストの方はですね、TMI 総合法理事務所の弁護士で、三岡さんをですね、お招きして、えー、お送りをしていこうと思います。三岡さん実はあの昨年に、 1>, 1回、えー、7月でしたっけね、7月ですかね、はい、であのあの時は当時はまた台湾にいらっしゃって、えー、台湾と中継つないで、えー、台湾地財等の話をしていただいたんですが、今回は経済安全保障の知財ということでお話のほうをいただこうと思います。というわけで、一っちょっと共有停止をして、三岡さんどうもこんばんは。はい、こんばんは。よろしくお願いします。どう,ぞどうぞよろししくお願いいたしますなんかね、あの始まる前にも質問したんですけど、あの オフィスにいらっしゃるんですよね。はい。そうですね。今日は、はい。あの、オフィスよりお届けいたします。はい。日曜の夜にすいません。このね遅い時間に、ね、オフィスで。はい。週末も休憩しますので、はい、はい。問題ございません。いやいやいやというわけでね、あの、前回、あの、ご登壇いただくと、ちょっと所属もね、変わってるというのもありますので、まず、自己紹介の方、よろしくお願いいたします。はい。えー、どうも、は、え、じ、ー、めまして、えー、TMI 総合法律事務所の弁護士の三岡川と申します。 専門としてはですね、中国や台湾関係のホームですとか、あと、知財ですとかデータ関係のホーム、あと、最近はですね、経済安全保障や通商分野といったところですね、専門としていろいろと取り扱っております。中国での留学ですとか、台湾での駐在経験がございまして、そういった案件を得意分野としております。えー、野崎さんとの関係としましてはですね、以前ですね、野崎さんに紹介させていただいて、あの紹介していただきまして、 あの日本技術貿易様でですね、インターンをしまして、IP ランドスケープを学びまして、それをきっかけにですね、現在でも所内の IP ランドスケープ等の新しい IP サービスを開発するチームというところに所属してまして、日々ですね、弁理士の先生方と協力しながら、知財戦略の研究を進めています。本日はどうぞよろしくお願いします。よよろししくお願いまますすすすああれででねあのちちょょうどどっと次のスライドもありますけ先先月月月か8月ですから 8月末にあのご登壇いただいたあの弁護士の友村さんと弁理士の斉藤さんと同じチームでやってらっしゃると、ねはい、いうことなんですよね。はで、ね、あのプラクティスグループっていうのがございまして、各専門分野の,あの弁護士ですとか、弁護士ですとかですね、はい,はい、いろんなプロジェクトチームみたいなのを作ってまして、私はですね特許のプラクティスグループ、うん、やその経済安全保障のプラクティスグループ、あと通称のプラクティスグループ、あと中国通貨のプラクティスグループに所属しまして、 特許のプラクティスグループではですね、友村先生と、うん、先生とですね、日々一緒にあのいろいろとあの新しい IP サービスなんかあ、はい、ない形でいろいろと今開発を進めているところです、うん。なるほど。ちなみにこれですね、はい、右下の方が去年の7月にご登壇いた時のやつなんですけど、あのちょうどだからあれですよねあの、去年の7月、あれいつでしたっけ日本に帰られてきたのって去年の何月でしたっけ、えー、日本に帰ってきたのは去年の8月です。た。8月か。台湾を離れる直前にですね、 前回のトークセッションを行いました。はい、最後の思いをといいますか、いやいやいや、今回ああの、トークセッションに際してですね、1年前のものを見返したんですけど、はいあの、台湾時代が懐かしく思いました <laughs> ま,だまだ1年ですけどね。そうですね、1年、はい、1年前です。いやでも、ね、そう考えると、すごいですよね、まだ1年ぐらいしか経ってないんだっていうかね、逆に1年も経ったのかっていうと、1年しか経ってないのかっていう、なんか複雑な気持ちがありますけどもね。そうですねはい、はい でえー、と今、さっきおっしゃったプラクティスグループ、いくつかあるという中のうちの、今日ご紹介いただくのはまあ経済安全保障というところの話なので、この,マさんの防衛、経営安全保障プラクティスグループっていうのがあって、今、活動されてるっていうことなんですよね。そうですね、はい。比較的あの、この分野が最近あの話題になってきますので、結構、多角的に講演ですとか、あの執筆ですとか、いろんな活動をしています特徴としましては、本当にいろんな国交、はい、庁にパイプがある弁護士がいまして。うん あと、弁理士の先生もいらっしゃいまして、いろんなチーム、あの世界中の、まあ、情報とかぶつけできるような、あの多角的なあの専門性を持った弁護士が集まってですね、チームを作ってまして、はいまあ、経済安全保障の分野の、まあ、解決、トータルな解決策をするということをい,、えー、いろいろやっております。なるほど。で、あれでしたっけ。というわけで、今日のあれですね、ちょっとあのイントロのところを終えて、アジェンダということで。 ちょっとあの、今日は三岡さんに結構スライドちゃんと作り込んでいただいて、あの、いろんな講演とかセミナーとかでもやってるところのスライドっていうことでご用意いただいたんですけども、まあ、第一部として経済安全保障対応とはというところで、まあ、経済安全保障って、まあ、多分皆様あの、この今 YouTube ご覧になっている方は、既に勉強している方とか、いろんなところで情報収集している方いらっしゃると思うんですけど、まあ、あの、ちょっと私自身も、 あの、しっかりと勉強したことないので、ちょっとまずはここで重要性とか必要性とか、その背景とかいうところを学べられればなと思っております。で、二つ目のところが、まあ、いわゆる計算安全保障推進法っていうところで、まあ、どうしても、これまず一個伺いたいと思うんですけど、 えっと、経済安全保障推進法の柱が4つあって、そのうちの1つが特許の非公開ところになるんですけども、どうも知財の人、まあ僕もそうなんですけどね、あの非公開ところに目が行って、残りの3つに目が行かないっていうようなとこあったりするんで、そこのところにちょっと、ついてもいろいろ伺っていこうと。で、最後は、これはまあ三岡さんの方からのご提案とか、えー、インサイトって感じだと思いますけども、知財部において、まあどういった経済安全保障対策とか対応というのがまあ求められるかと。いうような話になっておりますね。はい。で、あれですね、これ一応、下の注意事項を。はい。 いいう形ではい、そうですね、えーと、私の今日の話の内容ね <laughs> 所属団体の TMI の意見とは関係がないと、あと,あとまた、ですねこの経済安全保障の分野をやってますと、割とそと特定の国をです、ね、あの敵適してるんじゃないかっていう感覚を持たれてしまうことが多いんですけど、私自身はですねあのそういった感覚が全くなくて、ですねこういったリスクが高まっているよってことを、ね、あの知っておくことが重要だと、うんでえー、なんか知らないとですね、まあ、デカップリングというか、分断がしてしまうので、 私はそういった、まあ、典型的には中国との関係がよく言われますが、とは私は中国との関係を重視しているので、うん、そういった、あのまあ、中立的な観点でそうということは、ちょっとあの、ご注意いただければと思っております、はい。はい、ありがとうございます。というわけで、じゃあ、早速、あれですね、ちょっと、あの、今日は珍しく、あの、e パテンとユーチャレンネルは、勉強っぽい内容になってきますけども、<ー>はい。当たり話でもないので、いやいや、そうですじゃあ、じゃあなるべき柔らかめにお願いします。はい。はいはい まずはじゃあ第1の経済安全保障とはというところで、まずはあれですねこれは時系列的な整理、特に今年度入ってからの時系列的な整理ということですかねそうですね、経済安全保障の推進法が5月に成立しまして、まあ、その後、パブリックコメントですとか、まあ、経済安全保障の推進室ができたりですとか、あと、高市早苗経済安全保障担当大臣が就任されたりですとか、あと先、あのまさにえ9月30日ですね、うん、えこの一部の,あの基本方針というものが閣議決定されました。はい ちなみにこれって、のの今、5月11日に推進法成立してるんですけど、あの国会に提出されるとかその、まま、その前というか、いつ頃から言われ始めてるんでしたっけこの経済安全保障推進法って。ああとですね。これって菅総理の時からも言われてたんですかそれとも、菅総理になってからでしたっけ言われてましたね。法案が出されたのは、はい、8月とか2月ぐらいだったと思いますが。はいはい そういった経済安全保障の,その議員の連盟みたいなのができまして、それが2020年とか2021年とりですね。ーはい。割と直近の動きといえば直近の動きになります。うん、なるほど。じゃあ結構あれですね。やっぱりまあコロナとかもありますし、ね、ロシアとウクライナの戦争とかで、ね、あのバリューあサプライチェーンが結構、ね、やられたっていうのもあったりするので、まあ、そういうのも含めて、まあ、米中のね、 あの経済戦争みたいなところもあったりしてっていうのが、より加速して、えー、国会提出ないし成立がの早かったっていう、そんなな感じなんですか、ね、そうですね、はい、おっしゃるとほど ちなみにこれ、高市さん、内さんが初めてでしたっけ経済安全保障担当大臣で。これ、新しくできたポジションでしたっけ確かあ。そうですねあの。昨年ですかね。新しくできたポジションなんですが、最初はですね、小林、全部<あ>経済安全保障担当大臣がいらっしゃいまして、なので2人目になりますね。そっかそっか、なるなる。2人目とですね。了解です。で、 そうですね、こ,れここら辺からが注,注意というか、よくちゃんと理解しておきたいところですね、なぜ経済安全保障が注目を浴びているのかっていうところですね。経済安全保障というのは、ですね、まあ、その従来、その国家の安全保障というのは、まあ、主に軍事や外交とか防衛の分野で言われてきましたけど、うん、まあ経済活動とはちょっと離れてたとあったんですが、うん、最近この、この関係が近づいてきてまして、まあ、国家の安全保障をです、ねまあ、経済的な方法によって、 実現しようと、圧いをか実現しようという動きが加速しているというところがあります。それをまあ経済安全保障というふうに言いますね。でそれがまあ注目を浴びている理由というのが、やはりその米中の覇権争いですとか、うん、あとロシアの今年のですの、ね、ウクライナ侵攻ですね、そういったところがございまして、主、ま、要、あ、国においてです、ね、この自国のまあ安全保障をまあ経済的な方法によってえ確保しようとする動きがまあ急速に進展しているというところがあります。うん、はい なるほどで時代もそ、まあ、なんていうんですかね、周、ま、辺、あの変化、こ私も理解なんですけど、うん、こういった変化が生まれてるっていうのが重要かなと思ってまして、ま,あ、まだ冷戦がですね崩壊しまして、まあ、世界はその自由主義経済、自由経済とグローバル化っていうのをずっと WTO の下ですね、まあ、推進してきたと、うん、時代もですねトリップス協定がございまして、すてき財産の保護をグローバルにかの拡大しようとやってきたんですけど、これがです、ね、ちょっと2018年ぐらいから雲行きが変わってきまして、うん まあ、経済安全保障の高まり、まあ、デカップリングする世界というふうにあの言うこともあるんですけど、分断という意味なんですけど、はい、アメリカが中国に対して、そういった関税とか、まあ、質管理を強化するという動きを見せました、うん、また WTO がですね、状況委員会っていうのがあるんですけど、紛争解決するときの,の上訴する場所なんですけど、ここ、うんはい、が機能、ね、不全にも陥ってまして、<う>実質的なもう紛争解決ができない状況なんです、ね、今は、えっと、というのはなんでなんですか。 えと指名にはあの承認が必要なんですけど、はい、拒否するっていう動きがありまして、状況<ー>委員会が今なくなっちゃってるんですね、委員がですね。あなるほど。で、その時の騒とかあった場合っていうのは、こ,この、まあうん、WTO の騒動可決手続きというのがありまして、争はい、はい、っていくと。で、不服がある場合には、状況委員会のところに申し立てるんですけど、これができないっという状況がありまして まあ、特に地財の関係でいうと、こういった安全保障を制限するという動きが結構、うん、安全保障によって、ですねこの地財を制限するという動きが出てきたんです、うん、典型的なのは、今年あのウクライナ侵攻、ロシアによるウクライナ侵攻がございましたが、ロシアがですねあの強制自治権、国家安全法を守るためにです、ね、特許を、まあ、自治権をロシアが持つと。 していきますよということをあの制度があるんですけど、これをライセンス料無償で、はい、のするっていうような、うん、あの公表あの方針を公表しまして、うんまあ、そういうふうになってると、あと秘密特許制度っていうのもですね最近広がってきまして、うんあ、国家安全保障上の理由から特許公開されないっていうようなあの場合もですね出てきているという、うん、そういった動きがあるっていうのが、まあ、この,あの直近のですね、状況になります。 でもなんかこの秘密特許制度って、あ後のなんか日本でいう非あの特許の非公開制度になると思うんですけど、あのアメリカとか中国とかって、基本的にそういうのって昔からあるんですよね。だから日本がなかったってだけなんですかねっていうちょっと理解ですけど。そうですね、はい、まあ。トルプス協定にですね、この安全保障理外っていうのがございまして、うん、国家にまあ認められた権能なんですね。はいはい、で、まあ、G20 ではですね、 まあ日本とメキシコとアルゼンチン以外はまあみんな持ってると。<ー>もちろんアメリカや中国もありますし、ドイツや韓国といった他の国々もですね、はい、広く存在している制度になりますね。うんな,るなるほど、なるほど。あそっか、そっか、メキシコとアルゼンチンと日本だけだったんですね。そうですね。はい。制度自体はだから昔からあるんですけど、おはい、恐らくもうちょっと今後ですね、活用が進んでいくんじゃないかなっていうあの気配が見えます。昨年あ、今年ですね、中国で、 まあ中国の秘密審査にあ秘密特許制度にあ、はい、あの当たるような秘密審査という制度があるんですけど、うん、まあそれの違反によって特許が無効になるという事例が、ですね中国で初めてあの出てたらしいんですね。あ<ー>まあそういったあの秘密特許制度みたいなものを、ですねちょっとあのなんか活用するしていこうという動きが、今後はもう少し出てくるんじゃないかなというふうに予想していますああでも、なんかでもそれってなんでしょうね。こう なんだろう。アメリカで非公開請求っていうのができると思うんですよね。確か、あのいわゆるだからあの、海外に出さないから自国だけに出しますんで、えーと、公開しないでください、登録になるまでみたいな。かああいうのとはまた違いますよね。あこれってあくまで軍事的なのか、日本とか国の経済安全保障に関わるから非公開ですっていうか、秘密にしますっていうことですよね。はい、ね、そうですよね、はいうん。そうですよね。そこは確かにそうですよね、うん。なるほどね。 あとはなんか、あれですよね。ちょっとこの、あの、これ今91年からって入ってますけど、今、あの、さっきおっしゃった中国と、あの、米中の、えっ、ー、と、経済的な派遣の戦争の際に、中国がやっぱり1980年代の、あの、日本がアメリカにどうやられたかっていうのを、すごい研究してるって話は聞きます。読みますよね。うん、そうですね。それはおっしゃるとりですね。<laughs> あの、はい。あの、日本とアメリカの、まあ、半導体関係の交渉ですとか、はいはい と,たところはあのいろいろ研究してるかなと思います。はい。しか担当の方が、あの、そのなんか、あれそれ、ライトハイザーっていう元弁護士の方が、ライトハイザー、はいはいはい。あのまあ、日日米貿易戦争の時は、まあまずの時はあの中心的な役割を担ったみたいなんですけど、まあその方は現在も、あの、まあのま米国の通商環境をいった政策のですね中心にいまして、あ<ー>関係でもですね、まあいろいろとあの強硬な、えー、いろいろとまあ提言をしてるという。はいはい。はい。 現状ですね、うん、はいちなみに、ですね、ちな,みになんかこれ、宮岡さんがご存知というか、まあこ、個人的な見解でもいいんですけど、これってもともと、ここに右下の表,にあ表の下のここに、右の方に書いてある、えー、と米国の対中規制強化って、えーと、トランプ前政権の時からに始まってるじゃないですか。一応、はい、トランプって共和党じゃないですか。はい、で、今、日勝になってるじゃないですか。はい なんかこう、共和党と民主党で、これに対する違いってあるんですか経済安全保障政策に対する、こう、アメリカのこう、党による違いとかあってある今、今どっちかというと、バイデンはトランプさんのやつを、まあ、ある程度引き継いでるっていう感じで、まあ逆に言うと、弱めることはできないと思うんですけど、あ共和党になろうが民主党になろうが、あんま関係ないんですかねこのアメリカが取り入る政策っていうのは。 そうですねその点もやはり注目され,されていたんですが、はい、トランプ政権の時からですねこういった動きが顕在化してきたので、まあ、バイデン政権になってから、まあ、ちょっと融和的な政策に変わるんじゃないかと言われてたんですけど、うんはい、結論、あんまり変わってないという現状でして、はい、<laughs> まあ割とあのバ,イデンバイデン政権はバイデン政権でですね、うん、結構あの、さらに規制を強化しているという動きも結構ございまして、うん、典型的には今年のそのウイグル強制労働防止法というものが執行したりとか サイバーセキュリティに関するまあいろんな法律を作ったりとか、割とそんなに変わってないってところがございまして、逆に言うと、アメリカはまあ共和党とまあ民主党がありますけど、超党派で合意できるのが、このやっぱり中国といの関係なんですよね。なので、この点は多分あのまあ超党派と言いますか、ら政党派って変わってこないんじゃないかなっていうふうに、私も思いますし、一般的にも結構そういうふうに言われてことが多いですね、うん。うん まあ確かにアメリカの国益ってかんでいるとここは共和党と民主党で別にぶつかるところではないですもんね。確かにね、ねおっしゃるとはり、いはいはい。で、続きのあれですね、この経済安全保障が注目を浴びているのかっていうところで、まあ、ただ、ジェンマがありますってもそういうお話ですよね、はい。そうですね、経済安全保障はですね特徴なんですけど、えー、まあ従来の法律に比べるとですね、この自分の国以外に、えー、法律の効力が及んでしまうって法律が多いんですね。うん、それが適用って言うんですけど まあ、定期的にはアメリカの輸出管理規制なんですけど、はい、あのアメリカから本当は輸出しちゃいけないっていうあの許可が必要ですよっていう規制ですけど日本に来てから日本から別の国に輸出する場合にも規制がかかってくるっていう特徴がございまして、はい、それをまあ生きがい適応って言うんですね、はい、こういったあの特徴がございます今は自分たちの国の経済的な保障的な利益を守るためにですねいろんな国がこういった経済 安全保障の法律を作った結果、生きがい適供とかしてまして、まあ、別の国の法律を守ると、さらに別の国の時代を踏んでしまうという,う状況が生まれてきまして、はい、まあこれをジレンマというふうによく言われるんですけど、うん、まあ日本も含めた、ね、いろんな国がです、ねえー、対応が踏みを迫られるという、うん、まあジレンマが落ちたのを生まれています。うんはい、特に一番近似ですね注目を浴びたのが台湾なんですね、半導体ですね。うん あのアメリカがですね、あの中国の,あのファーウェイ社に対してですね、半導体を供給してたのが、はい、TSMC だったんですけど、台湾のです、ねうん、世界的なナンバーワンの半導体企業ですよね。うん、でその供給を断つためにですね、技術規制を強化しまして、その結果、台湾の TSMC はファーウェイに対してですね、ハイエンドの半導体を供給できなくなってしまったという、うん、あのことになりまして、まあ、TSMC はですね、 アメリカにあの工場を作ることを発表したりとか。あれ最近だとあれですよね。日本にもあの熊本の。はいはい。ですね。新しい工場を作っていくっていう風な動きになってます。半導体はですね。すごいやっぱり今。長期ポイントと言いますか。日本にとってもですね。まあ戦略物資というか、重要になってくるので。まあ経産省中心ですね。まあにあの。日本に応じして。はい。あの安定供給確保しようという動きになってますね。はい。まあでもちょっと話全然変わっちゃうんですけど。今の半導体に絡むんですけど。なんかもうちょっとこうなる前に日本の。 国何とかできなかったんですかねとかのあ<ー>。半導体産業、ねまあ保護しろという、まあ、などな自由競争で保護してもよくないと思うんですけど、ちょっとまあ、基本的に日本はね、30年前とかめっちゃ強かったじゃないですか、半導体いろいろと。で,、ねでね、この2 3 0年でサムソンにやられ、ね、TSMC やられ、ハイニックスにやられ、はい、あのマイクロにやられっていう、まあ、メモリとかも全部ひっく低めてですけど、だからなんかまあ、 今、ね、今、今や、今頑張んなきゃと気持ち悪いんですけど、その前になんとか、ね、見越せなかったのかなっていうのは思いますけど本当にそうですね。過去、そういった半導体関係の国家戦略というのは、軒並み失敗してきてしまったので、うん、今回こそというところが大きくなってますね。でも確かにですよね、TSMC を、ね、台湾というか誘致してっていうので、あのちょっと私もたまたま仕事で熊本の方とか行ったりすると、結構やっぱそこら辺で熊本に当然、 工場を作るってことは、人も来るじゃないですか、まあ、日本の技術者もそうですけど、採用、はい、しますから、ただ結構なんかそこで、ね、雇用が生まれていいんじゃないかっていうね、はい、お話は聞いたりしますね。法律的なニーズっていうのは、本当、まああの、企業ももちろんそうですし、法律的なニーズもどんどん増えてるっていいますか、まあ、台湾がからもどんどん別の会社もです、ね、関連企業も、えー、その日本に進出してきたりですとか、あるいは日本のそういそうです、ね、反対関係も、うん、あの盛り上がってくるので。 非常にあのいい循環というのは生まれてきていますね。私は本当にこういうふうなあの時代が来ると思って、あの台湾以前、はいはい、したところがございまして、だんだんその当時考えてたことのような流れになってきてるなっていうふうに感じてます。あれ中国ペラペラすもん。中国語で言っちゃいけないのか何。何語って言うんですかね。何かね台湾語は台湾語。中国語は中国語ですかね。ああ中,中国語です、はい。一応台湾語っていうのもあるんですけど、はい、台湾語っていうのは中国語とは全然違う。あ<ー>えー いわゆるなんかあれですか、台湾でも話されてるプートンファーというか、いわゆる中国語の標準語みたいな感じのほうが一般的にそうですね、基本的なところは似てるんですけど、ただ、漢字が反ですね。難しくなったりとか、あと法律用語が結構微妙に違うんですよね。私は中国語と台湾語、両方勉強してるんですけど、結構法律用語違うところがございまして、たまに混乱することはありますね。 そうかでも、なんか私、ちょっと、この話するじゃんいですか、漢字に関しては、台湾の反対字の方が、なんかこう、読みやすいっていうか、なんか、関体字になると、なんか、簡略しかしすぎて、ねあの、よくわかんなかったですよね。でもかああの、台湾の反対字の方が、こう、ちょっと、なんだろう、日本語の昔の漢字みたいなとうそうですね読みやすかったりするっていうのがありますね。<laughs> はい 日本、そうですねあ。本当に中国と台湾の中間ぐらいですよ、日本の漢字は。そうですよね。はい、昔日本が使ってた漢字だと、大学の学とかっていうのも、台湾でその、はいはい、あの、あ難しい漢字使ったりとかして。はい,はいはいはい、確かに。その意味では確かに反対字の方がわかりやすいっちゃかりやすいかもしれないですね。確かにね。はい。んこっちのスライド戻るんですけど、意義狩りこれって、 さっきおっしゃったみたいに、あのアメリカならアメリカ、中国なら中国、日本なら日本、それぞれで経済安全管理、はい、安全保障に関する法律をやるんだけども、結局、自国だけじゃなくて、自国外にも影響が及んじゃうと。そこで、てはい、まあなんでしょう、特許法で属地主義みたいな、まあ、いわゆるそのこう権利とか法律ってその、はい、本当はちょっと国ごとに、ねはい、波及効果というか、影響を及ぼされるものなんですけど、こういうふうになんか、生きがい適用、生きがい適用のところがどんどん増えてしまうと、それってなんだろうな。 こうグローバルでの経済活動に対して支障が出るので、そういうのって、なんか例えばです、ね、どっかが WTO にこう提訴するとか、そういうのってないんですか、まあ、今、上級の方うが、能、はい、の全、ね、に落ちてる感じはあったんですけど、はい、あそうおっしゃる通りですよね。はい、基本的には、まあ、WTO の紛争解決手続きとかで解決したりとか、国際的なルールメイキングをして、まあ、あのしていくっていう解決策を取るんだろう。 ですけど、はいそまあ、それがなかなか今進んでないっていうところなですよね。結構、まあ、その意味では、結構そのグローバル化とか自由貿易みたいなところに大きな影響が出てきてしまうので、非常にその影響が懸念されているのがこの液響が適応になります、ね。はいはい、であれですよね、はい、本当にトランプ前大統領のせいだけじゃないですけど、こうグローバル化、さっきおっしゃったフラット化っていうか、この前のページですね、これはフラット化する 世界からね、こう、いわゆる冷戦が集結して、世界は一つだ、みたいなところから、やっぱりなんかだんだんナショナリズムが、別にいい面もあるけど、悪い面もあるんですけど、ナショナリズムで経営分断化されてきて、で、結局ね、経済もブロック化してきてるっていうようなところがあったりするから、<laughs> まあ、難しいですよね。またなんか、 ね、グローバル化すれば全部がいいと思うんでもないですからね。本当に難しい時代を迎えていると思いますね。うん、私の個人的な意見としては、まあ、デカはい、やっぱ進んでほしくないので。うん、中国との関係も重要なので。こういったリスクを踏まえつつ。しっかりと、あの、連携というか、はい、オーディオを。深めていく必要があるという考え方持ってるんですけど。どんどん不透明さを増していることは、あの、事実だと思います。うん、確かに、そうですよね。なるほど。で、一緒。 で一応もうこれは、ね、安全保障リスクマップっていうので、はい、こちら、ねはい、簡単に説明しますと、はい、まあこちらいつもわれわれがのプラクティスグループでですね、まあ、経済安全保障のリスクを説明するときにあの用いるポンチ絵なんですが、まあ、このなんか景観図といいますかね、うん、ランドスケープ的な感じなんですけど、まあ、大きく4つぐらいに分けていつも説明してます。え投投資資段階、うん、投資局面と 研究開発局面と、まあ、製造化局面と、うん、あとセキュリティ局面っていうふうに分けて、うん、まあ投資フェーズでは、その投資規制が強化されてますよとて話しすから、はい、まあ研究開発フェーズ、まあ、研究開発局面では、み、まあ、なし輸出っていうんですけど、うん、まあそういった規制されてる技術をですね、うん、まあ外国人とかあの非居住者に提供すると、規制かかるとか、あと研究インテグリティとかも最近、まだになってますよね。うん、大学の研究者の,あの背景というか、しっかりと情報化進めていきましょうっていう話ですよね。はい あと、製品化フェーズでは先ほどお伝えした輸出管理ですよね、アメリカが輸出管理規制度が強めているので、うんえー、輸出管理が強化されると、ですねあのサプライチェーンに混乱が生じるというか、もの、うん、が入ってこなくなっちゃうので、あのリスクになってくるということで、今、非常にあの問題になっているところですね。うん、あと、サイバーセキュリティも最近すごい話題になってまして、サイバー攻撃がどんどん増えてますので、うん、企業もですね、まあ、標的型攻撃を受ける場合も増えてますから、そうい、ん、ったところにリスクがあるという。まあこの まあ、全リスクの全体像を示したのが、ですねこういったあのマップになりますでもこれって、あれ、これって TMI さんのこの、えっと、グ,ル研究グループ、でで作られたものなんですかそうですね、はい、われのプラクティブグループで話し合って、はい、作成したものなんです、ね、なかでも、あにちょっと、まあいうのに、私もちょっとこう,こういう話をちゃんと真面目に聞くのは初めてなんで、あれなんですけど、こういうふうになんちゅう、マップ化して一覧で見えるようにしてるのってあんまないんじゃないですかね、そんなことないですか。 あこのマッピングっていう、図にしてるっていうところは少ないかもしれないですね、まあ。関連する法律のリストみたいな感じで、なんか並べるところはあるかなと思うんですけど、あとはなんかあれですよね、ちょっと研究者の研究のインテグリティ体制とかってお話あったんですけど、いやなんか結局、経済安全保障のこの話聞いても、さっきの <laughs> えっと重要性とか必要性とかろですけど、経済安全保障だけ取り出してっていうのはもちろんあるんですけど、あの重要なところあるんですけど。 例えば研究インテリティとかって最近こう、えっ、ー、と、いつかな、昨日かおとついかなんかニュース見たんですけど、あの、要は日本の大学とかの研究者の給料が安すぎると。なんから結構中国とかの大学に行かれること、行かれる人多いじゃないですか、いるじゃないですか。で、それってまあ2030年前からと研究者の方が、はい、まあね、定年間際、定年前とかで中国と韓国とか台湾のメーカーに、うん、まあ、あの、こう、あの、声かけられて行くと。 高級でということですね、技術者も含めて。だからそうすると、経済安全保障のとこ技術流出みたいなところを防ぐためには、意外とあの円安なんとかして給料を高くしないといけないんじゃないかっていうのもあったりはすると思うんですよね、意外とそうですね、あの給料を上げるしかないと思いますね、やはり。はい、あのその技術者が引き抜かれてしまうこととも、まあ、関連してくると、同じ考え方ができると思いますけど、うん、そうですね、どうしてもやっぱり日本はですね、 あの大学の,その補助金というか、文科省の予算でしか大学っていうのはあの支援ができないので、アメリカみたいにダーパ p ってアメリカは、予算をどんどんあの投入できますけど、そういった資金供給の枠組みがないので、どうしても日本は資金力っていう面ではですね、資金力についてはですね、どうしてもそういったところで、フールに働くっていうところがありますよね。はい、はい まあ、アメリカのダーバはね、あのダーバってちょっとご存知ない方のために言うと、えっと、アメリカ高等防衛、え高等安全防衛研究所でしたっけっえっと、なんだっけちょっとなな、正確な名前忘れましたけど、ダーバっていう、はい。まあ、いわゆるルンバとかの全身になるような研究やったりとか、今だったら自動運転の、あれですね、プロジェクトを2000年ぐらいの前半にやって、で、その子で優勝したから、スタンフォードかな,なんかの研究者の方々がグーグル行ったりとかして、今、こう普及してるっていう結構、 枯れ畑作ったりね、ドローン作ったりもしてて、いろいろと戦争用のテクノロジー開発をしてるんだけども、結果的にはそれが民間転用されてると。ただ一番いいのはインターネットですよね。昔アーパネットって言いましたけど、A の前に D がなかったから、アーパって話だったから、今はダーパですけど、アーパネットってね、インターネットの元々の原型になってるんで。あ、そうなんですね。あ、そうそうなんですよ。ダーパの前がアーパで、そう、アーパが作ったやつがネットワークがアーパネットっていう。 だから、多分、あの時は、おそらく核戦争、うん、今、もちょっとなんかね、えー、と、低出力の核攻撃しろみたいな、なんかバカがいましたけど、うん、あのー、核戦争とかでやると、結局ネットワークやられちゃうと通信ができるわけじゃないですか。確か、はい、そ,その時のために、ある程度分散性保たせたようなネットワーク構築しようっていうところの発生で、アーパネットっていう、なんか今のインターネットの原型みたいな、あったような気が、<ー>はい。 確かそんな感ことありますね。はい。うん、しますね。うん、はい。まあ、ダーパーはね、あの、ちょっと、ダーパー皮脂っていうね、結構面白い、熱い本があるんですけど、結構面白いんで、よろしければああ、最後ありがとうございました。す<分>はい。 うん、ただ、このあれです、ね、チャートは本当に、あのちょっと今、細かいのはね、今、私も全部わからないじゃないですか、ただ、あこういうところでこういうことを気にしなきゃいけないんだなっていう、うん、あの見取り図っていう観点では本当になんか役立つなって、うんはい、思いましたね。ね普段は、普段のセミナーとかは結構詳しく説明するんですけど、触るだけで、はい、あいえいえ、恐縮です。 背景とかをあのいろいろ説明いただいて、まあ、重要性っていうことですね。そうですねまあ、今言ったようないろんなあのリスクが問題になるんですけど、まあ、知財業界との関係が特にここが重要かなと思ってます。うん、やっぱり最近ですね、AI とか、量子技術とか、ドローンとか、まあ、安全保障のまあ,あり方を根本的に変えるような、うん、まゲームチェンジャー的な技術がたくさん出てきています。でそういった技術はですね、まあ、現代ではですね民間企業や大学で開発されることが多くなってきてるんですね。まあ、以前は軍事企業で使われることが多かったんですけど、はい 最近はそういった民間企業が関与していることが多いんで、まあ、そういうになってきていると。さらにですね、まあ、デジタル経済が進展してきたことによって、まあ、企業が持っているデータの数とか、まあ、価値というのがですね、以前とは比較にならないほど大きくなったんですよね。はい。そういった背景の中で、まあ、企業を標的にしたサイバー攻撃ですとか、あるいはあのガバメントアクセスっていうんですけど、まあ、政府とか公的機関がですね、民間企業に まあデータを管理しろってことをよくするというあの動きが最近、いろんなあの国で法律ができてまして、こういった懸念というのがどんどん出てきてるんですね。うんうん、なんで、企業のこの機微管理の、機微技術の管理の重要性いうのが、飛躍的に高まってるっていうのが、現代起きている現象かなと思います、うんうんうん、そうか、これ、ガバメントアクセスっていうんですね、企業とか、政府から、そういう観光庁から、強制的に解場を求めるの。 はい、そうですね。い<ー>んな国で法律ができてまして、アメリカとかも結構ありますよね、クラウド法法律ができたり、はい、と、ヒさって法律があって、まあ、そうを開させることができる要求、規定があったりとか、大変傾向として今あの、出てきてますね、そういった側面です、ね。<ー> なんかでも、ここもあれですよね。難しいですよね。一方でなんだろうな。あ、だから、あ、ごめんなさい。似てるのかな同じのかな要は何言たかったかというと、こう、いわゆる個人情報保護っていうのが、どんどん今厳しくなっていとか、あのこう、高くなっちゃうレベルが。で、特に、はい、欧州の GDPR でしたっけ名前ちょっと,おかしいとか、そとこはい、そう、はいうと g d p とか、ありますよね。で、ああいうところで、セキュリティとか個人情報保護、パあの、プライベート情報みたいなところをちゃんと守れなあかんというのがあるから、なんかあれですよね。なさっきのサイバー抗議の話もありますけど、 なんか情報、データをどう保護していくかっていうところ、かなりやっぱり重要だっていうことでしょう、ね、あそうですね、はい、GDPR、まさに本当、おっしゃる通りの問題っていうのが結構起きてまして、GDPR、あ,のあ,のあ,るあるんですよね新しい SCC っていうその標準契約っていうのがあるんですけど、うんうん、う欧州の,その域外から、はい、個人情報を転するときに、標準契約っていうのを結ばないといけないっていう規制があるんですけど。はいその 標準契約っていうのがあるんですけど、あの定型的な契約ですよね。それが開催されたんですけど、はいはい、開催された理由は、このガバメントアクセスが理由なんですよね。あ<ー>はい、アメリカを中心にです、ね、ガバメントアクセスを許可する時があるので、まあ、個人の,あのそういった、まあ、人格的利益を守るためには、そういったあの標準契約を、まあ、提携しましょうっていうふうな感じになってますよね。なるほどねでも、個人情報との関係で、非常にこれが今問題視はされ、はい、ているというところがあります。なるほど、えー 本当ねあの、データとか <laughs> あの情報、まあ、特に、まあ、企業でデータですよね、まあ、情報もそうですけどが、ね、より重要になってきて、まあ、それをどう、まあ、利活用するかみたいなところもありますけど、結局、データの利活用とか利用活用だけじゃなくて、それをその前にもともと保護するっていう視点も、まあ、それって多分どっちかと,いうと知財の方だけじゃなくて、事業部分の方とか、ね、IT 部分の方も全部の方がちゃんとこういうのも含めて、 か考えないととってことですよねそう,そうですね、今、本当に経済安全保障的な観点を考えたデータガバナンスっていうんですかね、うん、重要になってますね。今月ですね<雨>あの、まさに昨日なんですけど、NBL っていう法律雑誌で、問題を扱った論考を書いてるので、そこ、はいはい、があったら、その経済安全保障のデータ管理のガバナンスの影響みたいなあの論考書,書いてますんで、もしよかったら、こちらのと三岡さん書いてるの 私と、はい、あのチームのブラックスグループの弁護士はいはいはい。あ、なるほど。えっと、あれ、それってあいつが一般書一般書店でも買えるんじゃな NBL って。NBL は、はい、普通に、はい。あのフォール雑誌なんで、はい。わかりました。はい。了解です。はい。ちょっと、じゃ探していきます。はい。で、あれですね、ちょっと、すみません、ちょっと、つらい先送っちゃいましたけど、あの、機微技術情報管理が重要だって言ったけど、もちょっと失敗したっていう例がありますとはいうところで、こちらを挙げていただきましたけどそうですね、これ結構面白い話なんで、ちょっとご紹介させていただければ、あの、やっぱり、あの、はい。 えー、イーパテントさんのチャンネルはですね、特許分析のチャンネルですので、ちょっと特許分析的な観点を提供すると、<laughs> これ結構面白いあの分析で、ちょっと今日引用させていただきました。これ、あの、技術ニュースの構図っていう本がありまして、そこで引用されていた話で、結構面白いなと思ったんで、紹介しますね。うん、これなんかあの、まあ、特許のデータベースを活用してですね、うん、あの日本企業からですね、 別の、まあ、アジアの新興国の企業にギルシャがどう流れたかっていうのをですね、うん、名前をいちいち一個一個突合して、はい、あの分析したっていうあの分析が込められてるんですね。はい。で、この結果なんですけど、まあ、日本企業がたくさんリストラすると、まあ、2、3年後にアジア企業にそのギルシャが転職していくっていうふうなことが書いてまして、かつその優秀なギルシャから移っていくとい結構なり、はい、ほとんどその、まあ、特許の生産性が高いというか、優秀なギルシャが、うん まあ、多かったっていう、あの、話が書かれてました。うん、で、かつ、韓国企業に、まあ、転職した技術者の。まあ、トップ25%パーセント、特化の生産性、特に、まあ、重要な特化にあの関与した。はい、の、その、まあ、トップの25%パーセントが、まあ、転職したらしくてですね。うんまあ、この本人ではですね、明らか、その。こういった特許を見て。うん、あの、企業は、日本の技術者を引き抜いてたっていうんじゃないかってことを、あの、うん、説明していました。はい。はい まあ、そうですよね。<laughs> いや、まあでも、なんか、まあなんか引き抜きっていうとあれですけど、結局、これってね、<laughs> あの引き止めなかったら日本企業にも責任あるじゃないですか。いや、本当ですね。お金もう、ね、かったと思いますね。<laughs> うん、出願しても、なんか1000円とか2000円とかしかもらえなかったとか事例もあったりとかしまして、まあ十分な、 あのそうですね、相当対価っていうのを払ってなかったとっいう面も大きいと思いますよね。あと、リストラを進めたっていうのも大きいですよね。だからリストラでしょうね。うんまあ、もちろん、ねあの、バブル崩壊以降、あの業績悪くなったっていうのもありますけど、ただ実際問題、1 9 8 9年末に最高値3万7000何本か、3万9000かつけてあの、えーっと、平成元年1万1990年からか落ち始めますけど、GDP 自体は1997年まで伸びてたんですよね。 だからその後にあって、はい、あの90年代後半の、まあ、いわゆる金融機関がいくとか、破綻したりとか、なってからが本格的に本当にダメになってきたっていうのがあるので、うん、まあやっぱりリストラであれですよね、なんか、う,ん、うんまあリストラ、ね、あのするなというつもりもないんですけど、うんうん、なんかもうちょっとね、もともとさっきの半導体の話もあったんですけど、うん、もうちょっとなんかやりようなかったのかなってちょっと。うん,うん、やりようがあったと思いますね。 うん、本当にこの点難しいんですけど、まあ、私がこの話からすごいあの思ったことがあ,のあるんですけど、はい、やっぱりその、何 <laughs> て言ったらいいんですかね、まあ、日本ってずっと知財理国日本というふうに掲げて、うん、特区の活用とか、特許の出願を増やしていこうとか、そういうポートフォリールを作っていこうとかっていうことは、攻めの方はですね、たくさんやってきたんですけど。うんはい その結果、企業の競争力って上がったかって言ったら、うんまあ、上げられてないのが実態じゃないですか。うん、その、まあ、反省とか分析をしないといけないんですけど、うん、その範囲は私はここにあると思ってまして、うん、あのこういった技術者のあの,技術の管理ですとか、漏えのですね、うん、技術者の待遇も含めてですね、まあ、真摯に受けてこなかったというところが大きいですよね。はい、そこは結構日本の失敗の本質なんじゃないかなというふうに私は思ってまして、うん、改めてですね、ここちょっとあんまり あの胸が痛い話なんですけど、<laughs> 一応、検の反射、はい、しなきゃいけないところは、はい、全然かなというふうに思っていま先は結構厳しくなってますけどね、なんかあれ、あそうあのそう、守りって意味でと、今おっしゃったとおりで、厳しくっていうか、だいぶ厳しくなったっていうか、あのけケアするようになったのかなと思うんですけど、なんか私あのこれ特に研究開発とかもそうなんですけど、あの研究開発って当然あの、投資なので、当たるかどうかって分からなかったりはするんですけども、もちろんね。 なんですけどもあのかといって短期的な成果だけ求すぎると研究とか特に基礎研究でできないと思うんでね。はい、だからこそ日本の今日本でまだノーベル賞出てますけどよくなんかね2,30年後出るのかって話があるわけですよ6分の数は減り続けてるし、はい、特に理工系とかかつ、うん、理工系の学生数も減ってるじゃないですか、はい、だからいわゆる足腰になるっていうか骨の中の方からボロボロ今クチクチク腐ってるっていうか、うん、ような状況だと思ってて で、当然ね、優秀なエンジニアは、まあ、あの、これの研究の後もそうですけど、多分優秀な方はね、当然、グーグルとかもそうですけど、あの、行くと思うんですよね。うん,うん。だから、それって、うん、まあ、なんかね、給料を上げるとか、まあ、いろいろ、今、日本のき企業も給料を上げる方向に結構行ってるとこもありますけど、はい。ちょっとね、人をちゃんと大切にしようっていうのは、うん,うん。なんか、それってあれなんですよね、あの、コーポレートガバナンスコード、 が去年改定されて、はい、あの、知財の世界と知的財産の投資って方に目が向き勝ちなんですけど、うんうん、あの、追加された3の1の丸3かなと、えっ、ー、と、4の2の丸2のところって、まあ、知的財産の投資っていうのが補充原素でもあの取り込まれたところなんですけど、うんうん、結局それって人的資本っていうのも入ってるし、うんうん、あとサステナっていうのも入ってるんですよね。うんうん、やっぱり人的資本って、当然、<laughs> 発明とか知的財産を生み出すので人だと思うので、 はい。やっぱそういう意味で言うとね、はい、知的財産でも重要なんですけど、うん、まあより人っていうところにフォーカスして、どういうふうに人をね、あの資本としてか、ちょっとアセットとして見て、うん、あのどうマネージしていくのかとか、リテインしていくのかっていうところはね、もっとより意識していただくといいんじゃないかなとは思いますね。あ、い。や、本当にそうですね。本当に全く依存ないですね。で、あともう一つはですね、この、公安庁がっていう、<laughs> はい、もう最近、ちょっと、まあ、映画秘密の要請というのはずっと前から言われてきたんですけど、うん、最近あの、傾向として変わってきているのがです、ね、うん、この公安調査庁もです、ね、情報、はい、チャンネルを作って注意喚起したりですとか、うん、割と協力的なあの雰囲気に変わってきているというものも変化かなと思います、うん、あと、経産省がえ、ね、今年秘密情報の保護の,のハンドブックというのを出してるんですけど、うん、こちらにです、ねまあ、経済安全保障の観点からも、まあ、こういった、まあ 流出の防止が重要な方になってるって話を指摘しまして、やはりこの経済安全保障のあの影響あので,でですね、こういった秘密管理というものがですね、あのより重要になっていくんじゃないかなっていうのを言えると思います。なるほど。<お>公安庁って YouTube チャンネル持つたんですね。あ, <laughs> あ、そうなんですよ。<laughs> はい、それを初めじ知りました。<laughs> そうなんです、ね。はい。わとその最近はそうですね。いろんななんかセミナーやったりですとか、はいはい、資料も公開してますし。 非常に、はいあのー、アクティブになってきているかな。まあ、結構世界的には結構よくある話でして、あ<ー>例えば、まあ、アメリカも FBI とか CIA とかが民間企業にサイバーセキュリティのそ,のそのコンサルテ,、まあ、ティングしたりとかしてるらしいんです、そういった情報機関とか情報機関みたいなところがです、ねまあ、民間企業に対してそういうことをやるっていうのは、うんまあ、海外では普通みたいなんですけど、まあ、日本ではまなかったんですけど、うん、まあこれがまあ進んできたっていうところが。 最近の動き動きかな、ね、なるほどね。なるほどね。まあ、ただ確かにないですよね。あの、うん、あの、経産省あ、公安庁だけじゃなくて、あの、経産省とか、まあ、いろんな観光庁も YouTube チャンネルね、持ったりして、まあ、特許庁もね、チャンネル、YouTube チャンネル開設したりしてて、情報発信という観点ではね、あの、 結構積極的にいろいろやられてますよね。そうですね。はい。かなり変わってきてるかなと思いますね。確かに。うん、あと、やっぱそうですよね。なんか、うん、逆にあれなんですよね。なんかちょっと、ここれも話してるって気持ちなんでけど、あの、情報がありすぎて、なんかこう、どれ見たらいいのかっていうか、なんかちょっとすごい言い方がいいんですけど、有名な YouTuber、インフルエンサーみたいな方が、あの、こう、ちょっとこの前のね、あ、ちょっと名前出しませんけど、ある、あの、商標の問題が結構クローズアップされたときに、 あ要は自分で使わない第三者が、こう、商標出願すると。もちろん、別にでき,で,きでき、やって、やってもいいと思うんですけどね。で、その時に、まあちょっとこう、炎上したわけですよ、商標が、問題が。はい。で、それを、あの、取り上げて説明している、まあ自分の友人の弁理士、商標とか専門の弁理士もいるんですけど、そうじゃない、あの、全然多分普段全く違う法域とかやってる先生が、こう、弁護士とかが、こう、語るわけですよ、YouTube で。はい、なんだけど、チャンネル登録者めちゃくちゃ跳ねてるから、多いから、 そっちの動画の方かどう見ても見られるんですよね。うん、で、ただ一方で、それが、まあ、僕はちょっとそんな商品詳しくないからですけど、あの、こう、正確かっていうとな、なんか、うん、なんか、ちょっと、ちょっと思いるみたいな <laughs>、とかあったり、うん。なるほど。なるんで、だから、ある意味何言いたいかというと、あの情報発信ってたらいいんですけど、やっぱりその、正確な情報っていうんですか、2時、3時じゃなくて、1時の、こう、オリジナルの情報、かつ、オリジナルをちゃんとした専門家の方が発表している。まあ、観光庁だとかだったらね、間、まあ、違ったことは言わないと思うんですけど、 ある意味、情報がこんだけ溢れてるから、より筋がいいというか、ちゃんとした正確な情報をどう見つけてくるのかっていうのも結構重要になってるかなって思いや、本当、おっしゃる通りですね、経済安全保障とかになってくると、本当にいろんな観光庁が情報を出しますし、うん、観点からですよね、あといろんな国の情報も出っますし、はいまあ、技術的な観点、法律的な観点、まあ、政治的な観点、政、ま、策、あ、的な観点ですよね、まあ、いろんなところから分析が必要になってくるので、 本当にもう、あれですよね、情報の分析っていうのが、本当に難しいので、うん、あんまりその、そうですね、あの、専門家との連携っていうのが結構重要になってくるかなと思うんですよね。うん、あんまりその、あの、私が見てもちょっと、うんと思うような、なんかネットの記事とかっていうのもあったりするので、そこはもうそうですね、あの、急ごなんか、なんか感情をちょっとなんかその、あの、やっぱり、あの、喚起するような、ちょっと、うん そういったような、特にた表現とか使われがちなので、ちょっとそこを冷静に分析するっていうのがそうですねそうなってくるかなと思いますよね。まあでもあれですよね、なんかちょっとあのあの、これ全然あの YouTube 見てる方にはあるあれですけどあの、別に私、三岡さんから先に聞いたいんですけど、多分そのプロジェクトチームとかでゆくゆくは本とかまとめるんですよね。ああ<ー>、そうですね。本作ってまして、あと YouTube チャンネルも、はい,はい、はい、あの、つまあ、 一応作ってはいるんですけど、どうまだ出してない状況なんですけど、そういったところですね、発信していこうかなっていう考えもございますので、もし興味もございましたら、いろいろと、パラプラクティスグループ、いろいろとトークセッションですとか、勉強会とかたくさんやってますので、もし興味があったら、問わせていただければと思います。はい。じゃあ、連絡先は最後にね、ありますんで、第一部すみません。結構なんか、中ちょっと、いい、全然、重要性とこ少ないので、はい。 時間的には大丈夫だと思います。はい。で、一応ですね、チャット欄に、あの、斉藤さんから少し遅れまして、よろしくお願いします。まあ、だいぶ前ですけど、はい。すみません。ありがとうございます。あ、あの、見ていただいてるという感じですね。はい。はい。あと、あの、はい。他にも、もしも、あの、ちょっと、私自身も、なんか、どちらかと分かんないところを三岡さんに聞きつつ進めてますけど、皆さんの中でも、ちょっとした疑問とか、不明な点があれば、ぜひチャット欄の方にお書きいただければと思います。で、第2部の方で、実際に経済安全保障推進法っていうのが、今年の5月、 に成立をしているので、まあ、それについてちょっとお話を聞いていきましょうということで、まあ、よくあれですよね、4つ、この1、2、3、4というのが柱としてあると。でどうしても知財、業界の人はこの4つ目、ね、非公開ってとこに、えー、とちょっと目が行きがちなんですけどもっていう、ちょっと前振りをしといて、三岡さんに解説てお願いします。そうですね。はい。経済保障政治法はですね、この4本柱がございまして、まあ、1つ目が重要物資の安定供給確保。まあ、先ほどおっしゃった通り、輸出管理とか強化されるとサプライチェーンが まあ混乱というか、あの,のが入ってこないというとこともやってきてしまうので、まあ、典型的なマスクとか、半導体とか、うん、半導体とかですよねあの、問題が出てくるんで、それ確保しようという話ですね。2つ目が機関インフラの駅務の安定、提供の確保。うん、まあ先ほどお伝えしゃった通り、サイバー攻撃とかたくさん増えてますんで、まあ、機関インフラがまひしたら大変なことになりますんで、まあ、それをまあ規制強化していこうという動きですね。 地財業界において大事なのは、この校舎の2つでございまして、この青いハイライトの部分ですね、まあ、先端重要技術の開発支援、あと特許出願の非公開ですね。はい、っていう感じなんですけど、あの特許とか知財業界では校舎の方が大事なんですけど、まあ、どちらかというと、ですねあの企業のアンケートを取ると、この1、2の方がですね、重要性高いと思っているようなあの結果が出てまして、まあ、基本的には1、2の方があの関心は強いですね、知、ま、財、あ、業界では校舎の方が大事かなと思います。 動向としては、1と3については基本方針が9月30日に出ました。うん、なんで今、施行されてますし、まあ、動いてるところなんですけど、この2と4ですよね、基幹インフラと特許出願の飛行間については、ですね、まあ、来年の前半ぐらいにですね基本方針が出てくるので、うん、まだまだですね実態がよくわからないという状況になってます。ですこれ基本方針が出ないとまでには、法律は設定さじゃないですか。 はい、でもその具体的にどうこうせあれ性、これ性っていうのが基本方針で書かれる、そういう理解でよろしいんですかえーそ、そう、そうですね。はい。えっ、ー、と、まあ、法律自体は成立、えー、してるんですけど、はい、各あのー、その4本柱ごとにですね、施行時期っていうのは違うんですね。ああ、なるほど。はい。一この2と4は施行時期が遅いんですね。<ー>はい。で、その後にあの基本方針っていうのが出まして、その後にその基本方針をもとにですね、政令が、細い解放令で、 あのさただ基本方針が出ないとなかなかですね全体像が見えないというところがあります<ー>、はい、ちなみにこれちょっと私の記憶が間違っていと思いますが一,一つ目のところがいわゆるサプライチェーンじゃないですか、はい、なんかそれを称してこの経済安全保障推進法をなんかサプライチェーン強靭化法みたいな感じで呼んでたことなんだけどそれって 違いますあ、サプライチェーンの標準化だけではないので、まあ、法定得もありますけどね。はい。まあ、一部っていう感じですかね。一部なるーですね。サプライチェーン標準化がもちろん、一番本丸というか、大事なのなんですけど、まあ、いろいろ4本柱がございますので、はい。なるほど。はい。で、結構珍しいですよね。あの、経団連盟推進法という形でですね、こういった特許非公開を定めてるっていう国は、なんか日本ぐらいしかないので。 あそうか、これ非公開のところであれであと聞けばいいと思うんですけど、ちょっと先にあの話を振っとくと、さっき、あの、えっ、ー、と、なんだっけ、えっ、ー、と、G20 でしたっけ ?G20 かなんかの中で、はいえと、こういう非公開制度を持ってないのは、日本とメキシコとアルゼンチンだけっておっしゃってるんないですか。はい。他の17カ国は持ってるわけですよね、と。はい、で、その17カ国は、どこでこの非公開みたいのって、制定、特許法の中に。 法で作るパターンもあれば国家安全的な法制で定める場合もあれば、はい、秘密法制みたいな法制で定める場合もあればそれこそこの秘密特許法みたいな,なんかそういった秘密特許に関する専門の法律特別法というのもあればいろいろあるんですけど、まあ、経済安全保障をそうした形で、はい 制定してるのは日本ぐらいいいじゃないかなかと思います、ねうん、なるこういう枠組み、経済安全保障の枠組みの中で非公開を入れてるのは日本ぐらいっていうこところだそうですね、はい、<ー>戦前にも実はこの制度あったんですけど、はいはい、戦前の日本は特許法だったと思いますね。あけ法に制度を作って、なるほど。あったんだと思いますね。えー、だからもう、国によってもさまざまですよね、<ー>その制限の仕方といいますか。はい。なるほどな、ね、そんなことあるかなと思います。 昔戦前はあったんですね。なるほど。うです戦前はあったんですよ。あまり知られてないんですけど。い。あの防衛技術の守り方っていう本があるんですけど、はい。その本に結構戦前の特制度の話が出てくるんで、今日の防衛技術の守り方え、結構古い本ですかいや、その本が出たのは結構低かったらしいですけど。なるほど。あ、それで古いことに全部書いてあるっですね。あ、そう、古い。だから結構その戦前の。 日本の特許法でどういうふうな審査をしたかっていうのが結構今回、あ<ー>新制度と参考になることが多いですよね。えー、なんか当時はだから軍からなんか審査官、そのなんかその特別の審査官みたいなのが来て、審査したみたいな話があったりとかするので、えー、結構、はい。あのそういった比較 参考としては面白ごめんなさいでです、ね、さっきの3のところの、この4本柱のうちの3と4のところの話、3つ目ですね、先端技術、重要技術の開発支援というところですね、はい、まずは、はい、これはですね、えー、先ほどあの話出ましたけど、やっぱりその基礎研究というか、うん、ある程度長期的なあの投資が必要な技術っていうのがあのございますので、うん、こういった、まあ、特に AI とか、量、ま、子、あ、技術とかですね、まあ、ゲームチェンジャーる技術がたくさん出てきますので。 まあ、長期的なビジョンで,です、ね、あの研究開発していこうというところをあの支援するような枠組みですね。はいでまあ、支援の枠組みは、まあ、シンクタンク作って調査研究しようですとか、まあ、プロジェクトごとに協議会作ってあの支援していこうですとか、うん、あと指定基金ですね、あのお金を5000億円のパンドを作るんですけど、うん、支援をしていこうですとか、そういったいろんな、まあ、支援パッケージがございます、うんはいで。一番はこの特定重要技術の研究開発支援。 まあ、特定重要技術っていうのは指定されるんですけど、まあ、これが指定された技術に対して、まあ、必要な情報提供、資金確保、人材の要請、支出、うん、の向上、まあ、いろんな協議会による支援とか、うん、まあいろんなことをやっていくっていうような枠組みになってます。うんはい、これが全体ですねうん。でもなんか4つ目の五千億円ってものすごいですね。そうですね、はい。最近は本格的にもうお金を結構つぎ込んでまして、半導体にしても、ゲルインイノベーションっていうなんかその新しい、 あの資金の枠組みとか二兆円出すとかあったり<ー>結構まあ世界的にですねこれハンド貸出身にお金をつぎ込んでいこうって流れが出てくる中で、うん、日本もですね比較的あの大幅な財政出動をしてきている結構ありますね、うん、なるほどねはい、はい、でこれがですね支援対象となる特定自由技術っていうのそう、ね、はいこれ三段階あるんですけどうん、うん、先ほどおっしゃったようシンクタンク作ってあの調整研究していこうっていうあの技術と、うん あと特定重要技術として幅広く支援していこうという技術と、うん、あとお金をまあ5000億円つぎ込むんで、その開発を支援していこうという技術というのにまあ3段階分かれますね。うんうん、はい ちなみにでもこれなんかオレンジのところのシンクタンクとかで調査研究しましょうって結構何でも濃いな感じがするんですけどね。そうですね。結構ここがなんか予算大きいっていうふうにされてまして。なんかここを見るとそんなになし、はい、特許庁がやってる技術特攻調査報告でも取り上げてそうなテーマが出てるんで。<ー>なんか必ずしも経済安全保障にバリバリ,バリ関わってないのかなと思ったま,まあそう,そうですね。幅広いなんか進行技術が書かれてるんで、その意味ではそうですね。 あの関係ないところものの、そうですね、も経済安全保障じゃないかなという感じもあるんですけど、うん、ただなんか、あのあの23年度のはい要求では、はい、まあこのシンクタンクの設置費として25億円ぐらい、計画されているので、えー、まあ比較的結構、大規模なその調査っていうのが行われるのかなとううに思っています、えーえー、でもそれって、誰が行くんですかね、人という観点では。観光地の人がか、内閣府の人が出向するんですかね、それでも民間から集めるんですかね。 民間から集めると思いますね。<ー>こういう新興技術をその観光庁だけで調達するっていうのは絶対無理なので。じゃあなんかデジタル庁みたいな感じはなんかするんですかね、座組としては。なんかこうな内閣です観光。官僚の人がいるけども、民間からも投与するみたいな,な、ね。そうなってきますね。なるほどね。で、これが基本方針ということで。えーはい あれですね、こちら自体は実はまだ基本方針は来年の4月とかぐらいに。こちらも基本方針あ、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 のかあ、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 この研究開発ビジあ、ンのあ、定というかあ、あ、あ、っあ、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 いあ、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 なるほどなるほど。 はい、公募が始まります、このああ。これが新二人祖国地か。おはい、2022年度中に、だから、はい、えっと、12月っていうよりも3月までってことですかね、今年の。あ、来年3月。まあ、なんか、年、まあいろんななんか考え方があるかなと思うんですけど、まあ、はい、年内、まあ、あの2022年かな年。22年。 っちょとだから報道が始まるんじゃないかなと。なるほど。基本まりましたんで。詳しくはなんかまたあとでちょっと PDF 見ておくと思います。これが育成プログラムっていうところですね。はい、これが重要でして、5000億円を突っで支援していくので、重要なポイントは AI とか量子技術とかロボット工学、先端センサー、先端エネルギーが着目しているってことと、あと海洋、宇宙、航空、サイバーとかバイオ、この部分について、開発進化されていくといことがポイントです。一番 この知財業界にとって大事なことは、うん、この下の部分でして、研究成果に関わる特許の規則取り扱いととこなんですけど、うん、これは日本版のバイドル法が、まあ、あの基本とするというふうに書かれてまして、うん、あの基本方針とかですね。なので、まあ、100%受託者、その要条件がいくつかありますけど、民間の,あの企業、参加する企業にです、ねうん、特許が帰属するということになってくるので。 結構その点が結構重要かなと思います。おそ、うん、らくでもこの開発支援の枠組みで完成した特許というのは、まあ、この後説明する秘密特許になってくるかなと思うので、うんうん、その意味で結構こあの大事かなと思ってます。うん、はい。制度の噛み合わせといいますかね。はい。よく<ー>考えたことが重要です。セットで,で,ですね。日本版バイドル法って、私2002年に NGB に入社してるんですけど、なんかそのちょうどその頃ってアメリカのバイドル法ができて数年経ってて、日本でもね、産学、はい、連携やらにゃあかんとか、TL を作ろうとか、 あれね、日本版バイトロフー、バイトロって言ったんですけど、なんか久しぶりに聞きましたね。日本版バイトロフーってキーワードを。<laughs> 確かにそうですね。忘れておその私も久しぶりに聞きました。<laughs> まだあったんだと思いましたもちもち。もちろん、もちろん、ございます。ございますはい、ホームページにも貼ってますはい <laughs>、はい、まだありますね。これが4本の柱のうちの、えっと、3つ目のところの先端技術ところで,で、これがあれですね、はい、地代業界で最も話題になるであろう非公開っていうところですね。はい、そうですね。 特許の非公開制度なんですけど、まあ先ほども少し話が出ましたが、えっとまあ、特許法はですね。まあ、出願がですね。うん、えま、出願あの出願された発明はですね。出願から10ヶ月経過するとま硬化されてしまうと、うん、そこに安全保障上、まあ、機微な技術が組まれていてもま硬化されてしまうっていうのが結構問題されていました。はい、いまあ、定期的な原子力関係の技術とかですね。こういったものが公開されたということが問題されたっていう事案がありました。 で先ほどおっしゃった通りですね、まあ、トリプスコ定ではですね、安全保障例外っというのがございまして、まあ、いろんな国でこういった、まあ、秘密特許制度っと言われてますけど、あの制度が導入されてるんですけど、まあ、いろんなパターンがありますけどね、規制の仕方としては。うん、ただ、まあ、全体的に制度としては、まあ、秘密特許制度っと言われることが多いんですけど、まあ、大体の国でありまして、まあ、日本とメキシコとアルゼンチン以外は持ってたというので、まあ、日本でも作った方がいいというふうな中で、できた制度がこの制度になります。うん、なるほどね。なんかでも、 あれですね、ちょうど、今日のニュースだったか忘れましたけど、あの、やっぱり日本の場合、311で、えっ、ー、と、福島第一原発がちょっと安全性、問題があったから、ああいうふうになっちゃいましたけど、で原発に対してね、あの再稼働もどうかって意見があったりとかしましたけど、今日だった、今日だと思うんですけど、確か三菱重工さんが、電力4社と新しい原子炉の開発を進めるみたいな発表を確かしてたんですよね。で、ね、そうすると、今ここにまさに書かれた通り、原子力関係とか、 まあ、プラント自体はあんまり、ね、ひょっとしたら、そのまま武器になるわけじゃないと思ですけどあの、ね、どういうふうに核分裂させるのかとか制御するのかってところ自体はね、ねこういうあの秘,密あの秘密保険、そうですねこれ結構、まあ、エネルギー関係は結構そうですね、価値とこってことは長くなっているといますね、うん、まあ小型の原子炉ですとか、はい、そういうところが進んでいくるかなとはします。 うん、でこちらが、ね、非公開の流れ、審査と保全している流れという重要なポイントは、ですね、まあ、2段階で審査されるところですね、特許庁で最初ですね、3ヶ月以内にまあ特定、重要技術ですよね、うん、指定された技術、まあ、これに該当するかということをまあリストをもとにスクリーニングして、うん、問題があれば、新しい審査部門に送出されるというようなわけになります。はい でこの新しい審査部門で二次審査が行われて、ちょっとあの、まあ、国間の安全保障上、危惧な技術でちょっとあの問題があるということになれば、まあ出願まあ、保全指定するということになれば、うん、出願の認証を確認して、まあ、それでも取り下げないということになれば、まあ、保全指定するという流れになっています、うんで。保全指定された結果はです、ね、まあ、出願の取り下げができなくなったりとか、うん、あと自治が許可制になったりとか、はい、あと開示も禁止されたりとか、性、うん、管理義務が発生したりとか、あと損失保障ですね。 制限が、あの、あの、外国出願の禁止っていうのもございますけども、こういった制限が出てくるんで、損失補償ですよね。ある程度お金を提供しますというような効果が発生するのが、してですねこれ、でも、損失補償はどれぐらいもらえるんですかねこれは本当に、いろんな説がございまして、まあ、うん、どんぐらいもらえるかっていうのは難しいですよね。なんかちょっとね、こう、あの、だったら、こう。 指定しないでそのまま公開させてね、<や>使わせてくるよって話になりますもんね。そうですね、公開しちゃうっていう話とか、あと、そのあれですよね、あのー、そうそうですね、まあまあ、英語編密での守る、まあ、ノウハウ化とか、人化するっていう,とという、まあどうするに、あのなんていうんですかね、うんあの、予想外なことに、ね、な,んかなりかねかないんで、まあ、基本的にはこの、まあ、なんか、えーまあ、この,あの県の有識者会議に入ってた、高校の玉井先生とい先生いらっしゃいます。 その先生が確か、あの、話したかっていう記憶があるんですけど、うん、あの、ある程度、この損失保障というものをですね、広く、あの、一定の額を認めないと、うんうん、企業のインセンティブっていうか、まあ、そうでしょうね。そうでしょうね。素直でこの保全性されるっていうインセンティブがなくなってしまうので、まあ、そうです、ね、ある程度、保障すべきっていうふうに、あの、主張している方もいらっしゃいますので。 ちょっと分かんないですよね。ただ、算定が難しいんですよね。確かに確かに。分析技術って市場性がないので、どういった価値基準で算定するかって特許の価値をどう算定するかって、前から難しい問題があるじゃないですか。そうですね。不動産に比べると。朝しくん。はい。朝しくん。この当初だ普通、不動産で問題されてることが多いんですけど、特許、しかも、その、まあ、軍事に厳しい、厳しい技術なわけですよね。そういった技術でいくらにするかっていうのは、もう今後、多分かなりもめるんじゃないかなと思ってます。 ちなみにあのご存じで,あるですと海外行ってこういう損失保障ってあるんですか大体損失保障ありますよね、どの国も。<ー>秘密特区政についてのは。結構いろんな、はい、あの国によってはですね、結構いろんな、はい、そのなんて言ったらいいんですかね、あの額の,あの基準っていうか、損失保障の基準を定めている国も結構あります、ね、あ<ー>なんかかドイツとか一番、はい 具体化されているのがエストニアですね。エストニアとかはと。エストニア。えーはい、推定耐用年数とか、あと推定される消極的利益とかあの、そういったなんか構造いですね、えーはい。この辺の構造数は国によってバラッバラなんで。えー、なるほど、ねはい。そういうところを参考にしながら、まあ、日本のこの装飾っていうものを今後、進めていくんじゃないかなと思います。ああとちなみに、ここのちょっと保全の地点のところでもう一つあの質問があるんですけど、あの今あの、えーと、他社への共有は承認制とかあったじゃないですか。 もともと共同出願とどうするんですかね共感、はい、例えば A 社と B 社が共感のやつがこれの新審査部門に送付されて、こう、どうしますって聞かれるときに、一社じゃなくて複数社の共同出願の場合ってどういう扱いになるんですかね、これ。あ、まあ、でも共同でも、あの、この保全指定の義務が課される対象が、その。例えば二2社が、2社に対して同じことが栄えられて、で、まあ、はい、その訴訟は多分2分の一ずつになるみたいな。 あそうですね、はい、その辺の多分なんか調整というものを今後多分、分はい議論されていくのかなと思いますね。あなるほどただまあ、うんまあ、共同出願されたら、まあ、両方とも同じような保全しているような議論が今、この2フローステップがあるって話で、まあ、これがあれですね、ちょっとどういうあのイメージとして、どんどん絞り込まれていくっていうところのイメージですよねそうですね、これ、あの予想するのが難しいんですけど、うん、まあ年間30万件ぐらい出願されてまして、はい 大体、まあ、一審査で100件ぐらい、うん、二次審査で10件ぐらいじゃないかな、っていうふうにあの予想してます。参考として、まあ、アメリカでは年間100件ぐらい指定されてるんですよね。うんうん、で、6000件ぐらいが今、あの全部あの管理されてるっていう、うん、なるほど。戦前の日本が、あの戦後、昭和の時に、 なんか戦,戦争の時期ぐらいに1400件ぐらいだったらしいんですよ。<ー>なんでそんなに多くない、<ー>まあ、アメリカとか、戦前の日本がそのぐらいなんで、お、ま、そ、あ、らく日本で今,今後、制度が保有されたら、まあ、年間10件ぐらいじゃないかなと、<ー>個人的には予想をしてます。 なるほど。あともあれですよね。おそらく今の日本と戦前の太平洋戦争前の日本って、多分、まあ、今でこそ一部の企業、まず、あ、三菱重工さんとかね、あのこう軍事系のところやってるところもありますけど、多分当時に比べるとだいぶ軍事系の産業やってるあの会社さん減ったじゃないですか。そうですね、例えばね、スバルの前身である富士重工、まあ、その前身の中島飛行機とか、ね、はい。ね、もうあのそういう、あの、作ってましたけど、今はもう完全に純粋にね、 車メーカーになってるわけですからね。そうですね。はい。おっしゃるとおりだと思います。だからそっか、一応、でも、あとこれも知ってご存知なんですか30万件から、なんか、こう、一時で絞り込むときって、当然、目でスクリーニングできないじゃないですか。はい。っなんか、特許分類とか、このキーワード含んでたらみたいな、そういうので、機械的にスクリーニングするってことなんですかね。あなんか あれですよねあの国際特分類からスクリーニングするらしいですね、あ<ー>まあ3か月間以内なんで、そんな,なん度にあの細かくやることできないので、うんうん、ある程度、原子力のこういう技術とかっていうので、はいまあ、大枠でもうなんかそのスクリーニングされちゃうんじゃないかなと思い、ね、なるほどね、はい、これもあれですよね、実際にも出てこないと分かんないですもんね、あの基本法っていうかね。はい ただ、だから実際問題あの、多分あれですよね、ミさんパトロンシック非公開で結構、なんか何だなんだ、誰がどれ,どれがどれぐらいになるんだみたいな言うけど、最終的に非公開で保全してまで至るのは、まあ、年間10件ぐらいじゃなかろうかという、今のところ予想とそうですねああの、まあ。いろんな数字を総合、まあ、すると、そのぐらいですし、うん、あと基本的には、まあ、有,識あの有識者の会議においてもですね、まあ、基本的には、あのこの、 まあ入シングルユースっていう技術なんですけど、普通に我々使われるような典型的な核とか生物兵器とか、そういった技術があの基本的には規制対象となってくると、でその軍民両方使えるようなリワールユース技術は、やっぱりその産業への影響が大きいので、かなり限定する必要があるというふうに言われているので、うん、まあそんなに最初、特に初動の段階では、ですねたくさんあのリストにされるってことはないかなと思ってまして、まあ、初期的にはですねあの、えー、エクゼル国あの,あの,あの企業というのは、 結構限定されるんじゃないかなます。思います、はい、だからあれですね。今ちょっとキーワードで、そう私もちょっと前、なんだっけな、ど,どこかのウェビナーかなんか聞いたときに出たんだけど、シングルユースとデュアルユースっていうのが、だから今ここに書いてあるシングルユースで、まあ、いわゆる完全に軍事的な目的のためにだけ使われる、まあ、戦車の特許とか、例えば、はい、まあシングルユースと。 でただ、戦車の装甲板に使われる素材とかになってくると、戦車の装甲板にも使われるし、他の例えば、ね、飛,行飛行機の機体とかにも使われるかもしれないというと、それ、デュアルリュースと。で、今のお話は、後者の方のデュアルリュースの場合は、それは、まあ、あまりに保全してすると、影響大きすぎるだろうということで、まずはシングルリュースの方を中心にいくんじゃなかったろうかって、まあ、そ,うそういう理解でよろしいですよね。 ということで非公開の続きですね、外国出願制限そうですね。外国出願もやっぱりしちゃいけないですもんね。はい、あのやっぱりその、えー、保全指定されて、秘密にされるんで、先に外国で出願されたら意味がないので、うん、まあ外国出願、まあ、規制対象となってくるような、えー、発明については、ですね、うん、外国出願も禁止されるという制度になっています。特、うん、特徴としては、えー、違反してては違反も日本の特許が まあ出願が却下されるっていうだけになってますね。まあ国のっていうのはその無効理由になったりとかする場合もあるんですけど、まあ一応参考書としてはこの却下だけになってますね。はい。ただあのグローブの戦略においていつあの、えー、海外に出願するかっていうのは大事になってくるんで、一部、うん、その例外っていうのがございまして、えー、その例外三つぐらいあるんですけど、一つ目がその事前回答ですね。うんうん、まあ事前に相談できるっていうあの回答窓口が相談窓口ができるみたいなので、まあこれで問題がないと問題がないということになれば海外出願できるわけでございます。はいうんうん あと、期間による例外ですね。3か月以内に、えー、その二次審査に行かない場合とか、いっても、はい、10か月超えない範囲で政令が定める期間、経過しても保全指定がない場合、うん、1か月と長いんで、多分他の国の例からすると6か月間くらいが多いんですけど、おそうん、うんね、らく6か月間くらいだと思いますけど、まあ、そのぐらいの期間を超えると、開、ま、会、あ、質感できるっていうような枠組みになってます。で、うん、でもあれれすよねこれ いや、一番なんか多分二つあって、あの、企業の方として困るのが、あの、一点目が、仮にですよ、あの、一時審査通ってしまって、二次審査に行くと、で、二次審査やってないけど、いや、結局やっぱり大丈夫です。これ違います。保全指定じゃございませんと。時に、例えばパリ条約で1ヶ月、1年間の直前に言われても翻訳か翻訳文用意しないとかになっちゃうじゃないですか。だから、はい、結構その、どのタイミングで保全指定対象を二次審査まで終わるのかっていうのが多分、 結構早くしないと企業の方のね、タイミング、外国人のタイミングっていうか準備を含めていっちゃうっていうような危険性があるんじゃないかなと思ったのが一つと。ですね。はい。あとなんか二つ目は、これ、いや、んでしょう。これ思ったのが、あの、全部ではない、全部が技術は対象じゃないんですけど、一応、一致審査の対象はなんか全質感なんですよね、これ。 一応は。ですねはい、一応は。だから、なんか、例えばですけど、自分が全くこんな非公開の対象技術だと思ってないくて、もう、東京スカイ、すぐ外国人がしちゃおうみたいな、なったとして、後に、彼にですよ、これダメですと保全してですとかになると、あのなんか、予想してないのに保全してされるってケースを、ちょっと空想、えそのこと言ってるかもしれないですけど、 ゼロじゃないですよ、ね、いや、全然可能性としてはあり得ると思いますね。ですよね。はい、かなんか、うーん,なんか面白い、難しいっていうか、まあでも、うんまあでもあれか、一般的に考えて、一次審査でも二次審査までいかないだろうと思ってやるしかないですよね。そうですねに、まあ。まあ、そんなに多くないと思うので、はい。う 軍事的に使えますよねっていうの出てくると思うので弊害はそんな多くないかもしれないですけど、うん、可能性ありますよね今おっしゃったような、まあ、その出願の外海外出願する、まあ、期限みたいなものも問題になってくるんですけどやっぱりされてるのは、うん、あの海外も同じようなあのこういった制度があるのでうん、うん、海外の企業と共同研究する場合にあ,<ー>あの。あの 規制の競合というか、それをどう対応するかっていうのを、強烈なつけ役の中でしっかりと定める必要があるっていうのが問題視されている、一番多分関心点状況でのね確かに、あれですね、規制としてはニにばっちゃうところですよね。そうです確かの国でも高制度ありますから、今までは日本では高制度なかったんで、先に海外で進学しておけば問題なかったんですけど、今後それができなくなってしまうので。あ じゃあ、はい、どっちの日本と別の国、どっちで発明が生まれたのかってことをはい、はい、明確にしておく必要があるのでわ。なんか難しいですね、すごい。場合によってはあの、開発する内容によっては、ですねこういった調整というものも出ればじゃあ、場合、あれですね、結構そのこの後の最後のパートが、まあ、知財部門から見ての経済安全保障推進というか、経済安全保障っていうのが最後ですけど、はい、だから今のお話を聞くと、契約っいうのもかなり重要なの。 そうですね。契約ですとか、それと先ほどお伝えしたようなその秘密管理規定とか、はい、結構いろんなそのドキュメントに跳ねてくるものがあるので、共同開発とか委託契約と,開発契約とかですね。はい、結構割と実際の幅広いドキュメント、まあ、職務発明規定も変えないですし、いろいろ変わってくる必要性は意外とありますね。はい、あ秘密特許だけに他しかないですけども、はいはい、意外と他のいろんなドキュメントに跳ねてくる場合もあるので、 はい、そういうはいあの対応が必要になってきますね。そうですね。なんかあのこの非公開制度だけわわ言ってればいいって話じゃないですね。そうですね。はい。あまりそうああまり理解されてないんで、まああの我々みたいな専門家がですね、そういうことを注意書きしていかないといけないっていうですね。いつがあるという特徴ですね。これが非公開のあれですね。非公開の対応っていうところですね。はい。これは先ほどおっしゃったとこなんですけど、一番この制度はですね。 えー、基本方針が出るのが遅れてきますし、うん、制度の運用というのが一番遅いんですね。まだまだあの明らかになってないなことが多いんで、よく分からないところも多いんですけど、基本的に分かっているのは国際特許分離に従って、まあ、政令で指定されると。うん、で基本的な産業の発達に応伏する影響が大きいと認められるようなデ、うんまあ、ュアユースの技術ですよね。うん、そういったものは、まあ、ある程度制限した形で規制されるというふうになっています。でおそらくこの 指定される技術の参考になるのが2つありまして、はい、1>, 1つは外為法の安全保障貿易っていう、うん、あの管理規制のリストがあるんですけど、うん、あ日本から海外輸出するときに、うん、ああの確認すべきってリストがあるので、輸出した先でその核兵器とかの発明に利用させちゃったら困る、ねはい、製造核兵器の製造とかですね、そういったものをあの輸出禁止するための。まあ 許可が必要になってくるんですけど、うん、そういった、あのー、リストがあるんですけど、それとか、あと先ほどお伝えした、まあ、経済安全保障の重要技術の施策ですよね、うん、こういったものの対象技術はですね、まあ、規制対象となってくる可能性が高いので、うん、こういったところを参考にですね、ある程度推測する必要があ,の、うん、あるかなと思っています。 でこれが外為法のリスト規制ってことですね。そうですね外為法のリスト規制。うん、まあこういったものを確認して、いくつかあるとこでこういうことを確認してるんですけど、この1から4が、まあ、俗に言うその対量破壊兵器の関係の,、うん、あの規制品目なんですね。まあ、核兵器とか、核兵器とか、生物兵器とか、まあ、そういったものですよね。あのミサイルとかですよね。こういったものがまあ一番規制が強いんですけど、でこの5から10が俗にいうまあ通常兵器のはい。送機なんですけど、うん まあ、ハンドタイとか、まあ、センサーとか入ってるんで、デ、うん、ュアル率的なものですよねで。こういったものは、まあえー、要件が制限された形で、はいまあ、規制されてるわけですよねで。これがやっぱ参考になってくるかなと思うので、イン部としては、ですね、まあ、こういった輸出管理部と共同して、こういった規制対象となりそうな技術がないかと、あのうん、秘密特区、えー、の特許図管非公開の制度の対象となりそうな技術がないかということを、ですね、うんまあ、輸出管理部と話しながら、えーまあ 生息していくっていうのがですね、うん、まあ必要になってくるのかなというふうに思っています。なるほどね。確かにでもこれ見た感じですね。1から4、バリバリ、ね、ロケットとか、そうですね。ね、非兵器ですけど、ただなんか一方で UEV、ね、v まあ、ドローン、ドローンって今ね、結構民生用のドローンとか多く、ね、製造販売するメーカーもあれば使ってる人も。 言いちゃいで,でも割、ね、あれって今回のロシアとウクライナの連想もそうですけど、結構普通に爆弾抱えればね、平器になっちゃう,そうです、ね、から、はい、ドローンって結構難しいですね、確かに。でも一番だから本当に、あのーまあ、最初はこれ1から4までが規制されてくると思うんですけど、うん、一番難しいのはおっしゃる通りそり、ドローンとか量子とか、そこですよねあの、軍事的にもゲームチェンジャーになるんですけど、デュアリウスなんで、どう規制するかっていうのが本当に難しいと思いまして、今、世界中で結構そういった。 あのこの輸出管理の枠組みでも議論されてるところなんですよね、これって、ちなみにアメリカとかにもこういうようなあの外為法とかみたいな、こういう輸出規制のリストみたいなあるんですかあもちろん、あのどの国も大体<あ>いい持ってます、アメリカも、はい、EAR っていう、はい、あの輸出管理の規則がありまして、はい、そのとおり、リストがあったりとか、はい、ま中国もありますね、はいはい、輸出管理の統一ができて、うこういった、はい、規制品目の,あのリュールリウスのリゾもトがあったりとかして、はい、どの国も基本的には持っているものですね。 輸出、はい、管理の枠組みがあるんですよ、輸出、うん、管理レジームっていうですね。はい、それ基づいて、参加している国は大体こういったリストを作って、輸出<ー>管理を行ってるんですねねなるほど、ね、でも確かにあれですね、あのこの4つ目の非公開についてが一番対応っていうか、あの基本方針とか出て施運用、制度運用開始が2024年、だから、はい、まあ今から1年半後とかになると。 でも、かといって、あれですもんね、基本方針が出るまでに、ある程度の準備とか、想定をしとくって形になると、この書いたメモリストとか、あの、先ほどのあれです、この、えっと、プロ、重要、重要技術育成プログラムの対象か、あたりが、まあまあ、参考になるんじゃないかってお話ですね。はい。はい。なるほど。というわけで、あで最後のところに言いましたね。はい。知財部における経済安全保障対応っていうね、そういうところですけど、こと。 最後のスこれはですね、まあ、ちょっとあのこの経済安全保障っていうのはですね新しい分野すぎまして、あんまりこの思考の枠組みっていうものはまだ整理されてないんですけど、うんうん、でこれ私があの個人的にあこういうふうに考えたほうがいいんじゃないかなっていう、うん、まあの枠組みなんですけど、やっぱり知財業界はですね、そのまあまあ、特許のライフサイクルごとに考えたほうが分かりやすいので、まあ、IP ランドスケープとかも考えると思うんですよ、うん、まあ研究開発段階、東京化段階。 そして活用段階という形で、まあ、あのそれぞれ考えていくというような思考の仕方が一番わかりやすいと思うので、今、こういった観点から説明することが私は多くなっています。うんはい、イメージとしては、えーっとまあ、従来はですね IP ランドスケープ、まあ、攻めの地材というイメージだったんですけど、うん、今後はですね経済安全保障上のリスクというか守りですよね、うん、そういった観点がちょっと重要になってくるてというところですね。あのイメージとしてはあの、まあ、IP ランドスケープって景観像を見ましょうという話じゃないですか。 そこの中になんかっあの、先ほど、あの、経済安全保障のリスクマップしてましたけど、ああいうなんか、地雷があると。はいはいはい。の下に地雷があるんで、まあ、それを、まあ、広くですね、うん、地面の下の地雷も考えていきましょうっていうような、こ、うん、ういったところが必要なってくるのかなと思ってます。なるほどね。で、研究開発についてなんですけど、えー、っと、まあ、基本的には、まあ、この経済安全保障のプログラムが今後できますんで、うん、あのまあ、参加したりとか、 まあ特許をまあ共有したりとかするような動きももちろん重要ですし、うん、あとみなし輸出って言いまして、あ先ほどのリストに見せたような、あの輸出間の規制品目のリストなんですけど、はい、あれを外国人とか、うん、あと非居住者あの、要するにすぐに日本から出てってしまうような人たちに対してです、ねうん、提供すると、あのそれは輸出管理法の違反になってしまうんですね。なるほど、そう、はい、なってくるんですよ。それが規制が世界的に強化されてまして、日本今年の5月にですね、 このみなーフスって言うんですけど、これ、強化しました。なんで、社内でこういった秘密情報をですね、うんあのー、提供するなんか、あのー、あ人,人をですね、制限する必要があったりとか、うん、情報開示してもらう必要があったりとか、はい,はい、いろんなこういった対応が重なってきます。うんはい、あと、緊急インテグリティもそういう面がありますよね。情報開示してもらうということですよね。うん、一緒に共同研究するときに、教授の,そのどういったところからなんか金銭もらってますかとか、はいはい、そういうところも開示してもらって、共、ま、同、あ、研究していく必要があるという。うん あと、セキュリティクリアナンスっていうのは、えー、この、まあ、機密情報とかを、えー、アクセスするための権限なんですけど、その、まあ、その権限の制度ですね。この資格を持ってると、機密情報にアクセスできると。うんまあ、これ、世界的にはいろんな国で導入されてるんですけど、日本ではまだない状況でして、えなるほど今後、この先端技術の開発プログラムが進んでいく中で、機、ま、密、あ、技術の情報がたくさん出てきますから、うんこういったセキュリティクリアナンスを持ってないと、 まあ、情報なくできないというようなものが進んできますよね。う企業も法律制度を、を活用して、まあ、クリアランスの、あのー、あのー、まあ、制度。資格を持って、まあ、入っていくっていう、まあ、とか、奨励される時代が来るかもしかないです。あと、秘密管理は、先ほどおっしゃった通り、まあ、重要ですよね。こ、うん、こ、まあのー、増えていくと、まあ、公安調査庁とですね、連携していくっていう必要も出てくるかもしれません。 なんかでも<っ>公安上手っちゅうと連携ってなんかですね、なんか怖いですよね。怖いというか、なんか、<laughs> なんかこう、税務署から電話来るのがなんか嫌なのとかして同じように、なんか <laughs>、<laughs> そうです、ね。悪いことしてないように、なんか、こう。はい、怖あなんか、そのなんか連絡来るっていうのも確かに変なはい。そうですね。でもそういう時代が多分、そる来るんじゃないかなと思うね。うはい。 でえー、その次は技術データの管理ですね。はいはい、先ほどおっしゃった通り、世界的にですね、まあ、ガバメントアクセスとか、あと越境移転規制って言うんですけど、はい、データを別の国に移転するときに規制かかったりとか、あ,<ー>あとデータローカライゼーションといって、データをその国に保存しなさいっていうことを義務付ける法律とかあったりするんですよ。あ<ー>まあ国内に保存を義務付ければ、そこにサーバーに対して、 ガーメンアクセスできるんで、うんあのそういったことを施行してる制度なんですけど、<ー>これが、まあ、いろんな国でできてるんで、<ー>まあ,あの結構、技術デタの管理ですよね、結構重要ですえでもクラウドとかの場合、どうするんですかね。 ああクラウドがそこ問題になってるんですよね。<laughs> <laughs> はい。クラウド、だから日本ってクラウド、アメリカのクラウド使ってるわけじゃないですか。はい、そうです、うんああ。アメリカでクラウド法と法律ができて、はい、海外の,そのクラウドサーバーにも上海値をせできるっていうようなことができたりとかしまして、<laughs> どうするのっ日本て国産クラウドがないんで、そうですね。ああ今、だからその、今、この研究開発、あの先端技術開発のプログラムでは、はい あれですよね。あの、パブリッククラウドというか、うん、政府のクラウドを作っていこうっていうふうなことを今、進めているところですよね。<ー>クラウドはもう、あのどうしようもないので、日本は企業のクラウドがないので、今まで大丈夫ですね。そうです、ね。返していこうっていうリスク高いってことで、あの厳しいな、あの、国家安全上厳しいな情報はですね、国産クラウドで管理しようというような今のす、進んでいるところです。まあでも、国産で管理したから安全かっていうと、なんか、 ねえ、こう、ハッキングされたりとかする可能性が高まるというか。ああそうです、ね、基準が、あの、あまり、あの、ないので、書いてるんじゃないかっていうような説明。そうそうそう。<laughs> なんかね、Google とか AWS とか、はい、アズルに任した方がなんか、ああ <laughs> 安全じゃないかっていう感じがしますけどね。ああ なので、完璧に変えることは難しいんで、そうですね。あの一部だけっていうような、まあ、今、いろん,んな進んでるところですね。おっしゃる通り問題意識はよく聞きます。はい。クラウドのベンダーの方から、例えば、意見交換する話、その話聞いたりとか、<ー>はい、しましたし、はい。<ー>おっしゃるとおりです。縦でね、オンプレでね、戻るとかっていうわけにいかんですからね。はい。ロン、まあ、かーで保存とかってね、ちょっと今さら戻れないですからね。そうそうですね。それはちょっとなかなか、あの、なんか、弊害が多,く多,く多すぎるっていうか、うー効率性の観点から影響でかすぎるんで、 難しいところですよね。まあ、そういったところは本当に今話題になっているので、うん、先ほどおっしゃった通りあり NBL で昨日、私が記事が出ましたので、そちらの方もデータど計とあう方も書いているので、ご、はい、確認いただければと思います。あの3つ目あ、その次、5つ目が先ほどおっしゃった通り、共同開発契約とか、一旦、うん、付き契約も結構いろ、ねうん、んな規定を入れることが重要になってくるよという話ですね、はいで。2つ目が特効化段階なんですけど、うん もちろん特許出願するときはですね、秘密特許、特許出願、被告がサイトの対応も必要ですし、あと特許ポートフォリオも、何だったらいいんですかね、あの、何ですか、あの、別の日系企業と共同して、日本の、その、何て言うんですかね、製品の,あの特許ポートフォリオを全体構築していくみたいな、ん、こう結構重要になってくるかなと思います。海外において。例えば電池とか、よく言われてるのが電池とかですよね。電池とか、あと 5G とかの,あの特許をまあ日本企業で連行して、 あのトッポートフォリを作って、あのー、カバーしていくと、はいはい、戦略的不可欠性という言葉があが、のー、なかなか聞かれない言葉だと思うんですけど、うんうん、これはどういうことかというと、まあ、経済安全保障とかよく言われるんですけど、あの日本企業の技術がなければ、うん、あのサプライチェーン上、なんかどうしようもない状態不可欠だと、不可欠ない状態のことをまあ戦略的な,戦略的な、ね、なるほど、はいはい。まあ、典型的には台湾とかがよくうまくいってますよね。<ー>の半導体がなければ そういった不可欠性を確保することが、はいはい、安全保障上の利益を確保するには、まあ、重要だって言われてるんですね、はい。だんだんそういうような時代になってきてるんですけど、まあ、これのためにですね、ポートポークポトフォリオを構築して、まあ、戦略的不,不可欠性ですよね。うん、日本企業の特許があの、なんか、で、その戦略的不可欠性確保された技術がカバーされて,って、うん、日本企業の、企業の,そのライセンスを受けないと、 はい、という状況を作ることが重要っていうそれ自体はすごい特許法の理念にもかなっていいと思うんですけど、なんか一方でなんか争いのたにもなります日本の特許の冒頭というか、戦略的不可,欠不,可欠不可欠性で、それのライセンスもらえたと、アメリカも中国も台湾とか作れないとなると、なんか対抗措置取られそうな感じもしたくない、そうでもないん、ね、まあそう対抗措置、まあでも、まあ、うん、そうですね。 あのセンシティブな状況になってくると、そういうところがあるかもしれないですけ、ねはい、基本的にどの世界もあのやってることなので、あまあ、基本的にはおもしろいです。はい、5G とかでもよく、はいうん、問題になってくるので、考えがまあそうですね、あのまあ、そういう側面はあるかもしれないですね。はい、でもあとはね、やっぱそもそも出願しないで営業秘密とかで守るっていう、ね、そこも当然重要になことですよね。 特殊部分の評価が問題ないような先端的な技術なんで、うん、まあやっぱり機微技術なんでね、映画、うん、秘密を感じていくることが、まあ、より重要になってくるというところですよね。うん、それが特化段階で検討することかなと思います。うんうん、最後の特化図段階なんですけど、はい、まあ一番重要になってくるのはあの、先ほどおっしゃった通りで、やっぱり標準化戦略と言いますか、戦略的性確保するためには、 まあ日本企業が持っている特許がまあ標準になった方がいいわけですよね。そういったところをまあ日本政府とあの共同して、国際標準化団体とかで,ですね、あのロビングしていくとかっていうのですし、あと標準となった場合はですね、独禁法との関係が問題になってくるので、その対応も重要になってきますと。2つ目が強制実施権。先ほどお伝えした通り、ロシアではですね、特許の強制実施権というのが、 発動されまして、うん、ライセンス料がもらえなくなったと、非友好国,国に対しては、ですねライセンス料を上げないという規制ができたりとかしてますから、た強制事権があの、意外と今まで考えたことないと思うんですけど、うんまあ、リスクとしてはできますよね。うんはい、あと、まあ、最後なんですけど、まあ、国によっては、ですね技術移転のあの時に、まあ、ライセンスする時にですね、はい、あの許認価が必要になってくるという国もありますので、うん、そういった技術移転のですね、あの あの、経済安全保障の規制というものがですね、注意が必要ですね。はい。なるほど。なんか、さっきの、さっきちょ,ちょっとお話ししたかもしれないけど、なんか,なんか2番目の特許化段階のところなのか、研究開発段階、まあ両方ちょっと絡むと思うんですけど、なんか食物発生の規定の見直しっていうのも、こ,この中に自然の対応として入るのかなと思ったど,<ー>どうですかねあ。そうですね。はい。含まれてくるか。まあ、あの、まあ、 特許出願非公開制度への対応に含めてもいいかなと思うんですけど。うん、あちょっとまあ結局、それでかつあの、まあ、非公開するあ、非公開というか保全指定されます。で、まあ、例えばですけど、そこで、えー、と何でしたっけ、なんかこう保証が来ると。いいんはい。だけど、保証がもらえたら、じゃあそのナンパを例えば発明者の方が渡すとか、例えばですよ。とか、なんかそういうの、あとプラス、ね、出願しないっていう風な形、出願できないとか、しないっていう風な時に、まあ、 今まであるようなノウハウとか、あの要は集め提案書,書書いたけど結局出願しないけども、なんか提出した分だけで、なんかこんだけ払うとか、みたいな、そういうのっていうのもある程度、なんかル、ルー、なんしょうこう、決めといた方がいいかな。なか本当におっしゃる通りですね。はい、さすがです。の目のつけたも、はい、本当におる通りの対応がうかなと思ってますね。はい。本当にそうですね。あと<ー>、まあ、なんかよく言われてるのが、あの、日本の特許出願、非公開されの特徴が,あのがですね、 特許が付与されないんですねこの秘密特許制度って2つパターンがありまして特許を付与した上で凍結するパターンとはい、はい、特許を付与しないであ<ー>政策で凍結するパターンっていうのがありましてはい、はい、日本とかアメリカは公社の方法なんですよね。あ<ー>なんで特許になってないんですよ。なるほどなんで直、まあ、務発明の対価が発生するのかみたいな話になってきちゃうんであ<ー>あのやっぱりその対応ということは出願の,その保全指定がされた場合も。はい あの一定数、ああ<ー>払えますよと、まあ、このまあ相当、損失補償から出ると思うんですけど、まあ、分解しますよというような規制がまて、確かに重要になってくるかなと思います。そっかそっか、なるほど。登録にならないんですね、日本は。あそうですね、凍,凍結ですね、先生<ー>なんで。はい、凍結って認定されるいうあ<ー>あのドイツとかあの別の国は,、ねはいはい、あっ特許を付与した上で。 制限するっていう枠組みもあるんですけど、日本はアメリカの制度の影響を受けてるんで、あなるほどね、当局を付与しないっていうような制度を採用したみたいですちなみになんか最後にちょっとくったらないそうなんですけど、はい、あくったらないってか、ご存じなんですけど、はいはい、今、中国とかドイツは登録にした後に公開しないみたいな話だったじゃないですか、はい、そうすると登録になってるから、維持、えっと、年金とかって払わなきゃいけないんですか、<laughs> 登録になってるんで、アメリカ、日本っていらないじゃないですか、多分登録なんだなから。 でも、ドイツとかって登録にしてるってことは、登録維持するために、企業が、出願人が維持年金払わないといけないじゃないですか。わかんないんですけど、多分、なんか不要そうな感じますよね。保障れぐらいなんでね。維持年金払わされたこと、使いもしないのに。そうそうそう。使いないし、金を払わせるし。おかしいんで、多分、常識的に考えて多分、お金は、いな。年金は払う必要ないんじゃないかなと。 思います,ね、すみません、ごめんなさい、ご <laughs> 疑問になったんです。おもしろかったです、本当に、はい <coughs> はい。というわけで、あれですね、つらつらといろいろとお話ができましたけど、きのまとめということで、はい、まとめの方ちょっとお願いします。そうですね、まあ、本日のまとめさせていただきますと、やっぱりその従来はですね冷戦崩壊後は、まあ、WTO のもとですね、まあ、グローバル化、まあ、重視化っていうものが、まあ、進められてきたんですけど、まあ、近年ですね、 まあ経済安全保障の高まりによって、分断、まあ、デカップリングすることが世界に向かってしまっていますと。でその流れというのはですね、まあ、知的財産にも影響が来てまして、まあ、トイプス協定のもとですね、まあ、知的財産権のグローバルの保護というものをずっと拡大してきたわけなんですけど、まあ、日本もですね、まあ、知財力国を施行してきたというわけなんですけど、まあ、経済安全保障の意識の高まりによって、この安全保障例外という、あの、知財を制限するようなですね、えー、枠組みというか、あの、法的な リスクというのが広がってきているというところですね。まあ、強制ライセンスとか秘密特性度というのがそういうのに当たるかなと思います。また三つ目が、その AI とか、量、ま、子、あ、技術というか、まあ、ゲームチェンジャーであたる技術がたくさんできて,きてまして、そういった技術は基本的には民間企業で発明されることが多いので、また企業が持っているデータの数もですね、まあ、その爆発的に増えているというところで、まあ、サイバー攻撃とか、まあ、ガバメントアクセスのリスクが増えていますと。なので、まあ、機微技術の管理が重要ですというところがあります。四つ目が、 今後はですね、地財国会も IP ランドスケープ、景、ま、観、あ、を見ると価値なんですけど、まあ、地雷ですよね。それぞれどういった経済的ないリスクがあるのかということを守るという視点も重要ですで。あと今後の対応なんですけど、先ほどのお伝えした通り、えー、先端技術の、まあ、重要技術のプログラムの今後がですね、まあ、年末に向けて進んでいくんで、うん、この動向に注視が必要ですと。特許室間の非公開の制度については、まあ、2023年、まあ、前半にですね、まあ、基本方針が出るんで、 まあ、よくわかんないんですけど、先ほどおっしゃった通り、まり、あ、輸出管理の規制品目のリストですとか、ところ、うんうん、輸出管理部とですね、意見交換しながらあのシミュレーションしていくといいんじゃないかなと思っています。はい。はい、本日のまとめになります。はい、ありがとうございます。はい、最後あれかな、はい、最後はあえ、まああの。今日お話した内容のところはざっくりとした内容が多いのでですね、ご相談とか、あとトークセッションとか、講演とかの希望があれば、 情報、えー、紹介のところにあのメールアドレスがございますので、そちらの方までですね,ですね、はい、ご連絡いただければと思いますいやでも本当にあれですね、あのやっぱ直接いろいろと自分、まあ、伺って、かつ自分が分かんないことを質問とかできたんで、あのだいぶ理解が進みましたっていうのと、あとやっぱり、あれですね、あの非公開は非公開で、まあ、重要な論点なのかもしれないけど、けど、実際問題、そんなに年間で非公開の保全指定されるのはそのな多くなさそうだと。 いうことなので、まあ、ちょっとその、そこだけでばっかり注意するっていうもんでもなかろうというのは、はい、よく理解をしました。はい。で、まあ、ちょっとね、視聴者の方も結構、あの、10名前後ずつずっと見ていただいたんですけど、ちょっとあの、やっぱり皆さんあれですかね、経済安全保障についての、多分その、疑問を持つっていう前に、多分ちょっとインプットが欲しいっていう方多かったんじゃないかなっていう。 ただ、今後、き今日の問題について、ですねすままあ経済安全保障の話っていうのは、いろんなところされてるんですけど、内部への影響ということに関しては、あんまり多分話してる論考とかあんまり見ないので、うん、結構、その点では、あの多分参考になる視点を見てきたんじゃないかなと思います、うん、ちなみにでも、すはその中は、知財部的に、あのまあ最後のまとめの前のところの、知財部に求められるまあ経済安全保障の対応みたいなところの。 えっと説明いくつかありましたけど、その点については何かですか、論考にまとめたりとか、例えばこれ、今一番下のとこに NBA さん、さっきもおっしゃってた、計算全保障的視点を取り入れたデータガバナンスの実務ってところで、宮川さんも書かれたってとか言われたと思うんですけど、なんかその知財部的なやつっていうのも、なんか別のとこで、なんかセミナーやったりとか、論考書いてたりとか,とかあす、ね。あそうですね、セミナー、はい、セミナー、あの、この、この、えー、スライドの下から2番目なんですけど、戦日ですね、知的財産戦略交流会議ってとこで、 あの知財部における、まあ、経済安全保障政策の実務対応というセミナーをしました。はいまあ、今日話した内容をもう少しあ、今、うん、話した内容を基礎に似、ね、たようなことを説明したんですが、うん、こういったその知財部向けのセミナー等も行ってます。はいはいはい。他ですね、いろいろとセミナーとかでたくさんやってるんで、あの結構知財の話とかもしてるんで、そう興味がございましたら、いろいろとご参考いただければと思いますし、知財部に特化したセミナーというのもも,もちろんあの、うん、やってますので、 はい。あの今後、まあ、機会があれば、はい。論考を書きたいんですけど。なるほど。今のところ、まあ、いろんなところから、あの、執筆の、あの、あの、話はあり、執筆してるんですけど、はいはい、今のところ、知財部向けの、そういった、あの、ことに関,関した、経済全保障の分析を、あの、や、なんかするような記事とかってのは今のところないんですけど、あなるほど。機会があれば、はい。はい。その執筆以来も、 お待ちしてますんであ。ありがとうございます。<laughs> 了解。といすチャット欄で、はい、あの、小林さんから、あのドクター小林の医療をかける知財チャンネルさんからありがとうございます。興味深く拝見しております。大学や学会の知財と安全輸出保障、輸出管理の実務者です。現在、みなし輸出対応で多忙です。 特許非公開制度についてですが、一時審査用に特許出願時に安全保障輸出管理罪におけるリスト規制とキャッチオール規制に該当性、そして該当する場合の分類の自己申請を出願処理に記載してもらうのはいかがでしょうか、特許庁の審査の負担は平時制度も高くなるかと思いますという、まあ、ご提案ですかね。すごい、すごいやっぱり現場の実務をやっている方がおっしたけどそゃる方がおっしゃる通りの方法が、あのもしかしたら、あの 議論されれるかもしれないですねはい、はい、な何かしらやっぱりその出願するときに何かしらの,の参考資料をあの添付するって形にもしかしたらなるかもしれないですよね。その際にで<も>確かにあのキャッチボール規制とかリスト規制の,あの、まあ、文章を、まあ、添付するっていうこともあり得るかもしれないですよね。まあ、そもそもその今後その指定される、まあ、特定重要技術の特許出願非公開のリストがですね 安全保障の,その輸出管理のものとあのリンクするかっていうのは分からないんですけど、もしリンクしたらおっしゃるとりのブラックセスっていうのは考えられるんじゃないかなと思いますね、うん、なちなみに、ご自身、ちょっと私、不勉強いきました、キャッチオール規制ってなキャッチオール規制というのは、あのー、輸出管理の規制って2段階ありまして、はい、まずはリストを確認するんですよ。 リストを確認するんですけど、リストに該当しない場合があっても、輸出先とかが核兵器とかの、核兵器とかに利用そうだという場合があったら、輸出の許可が必要です危ないですよね、そういう場合の規制というか、確認するんですよ、そういった最終エンドユーザーが変なことに使ってないかとかって、要と確認するんですけど、そういったリストに該当しない場合でも、 対応が必要なってくるのが、そのキャッチオール規制という。なるほど。はい。なかなか。はい。なんか、いや、面白いネーミングだなと思って。はい、キャッチオール規制というのは、はい、どの国もございまして。こういったところっていうのは、輸出日連とかやってる専門家だと、よく聞く話なんですけど。取材部で、こういう話って、あんま聞かないんで。今後は、そういった、こういった意識というものがですね。やっぱ、重要になってくるんじゃないかな。にでも、逆に、小林さんは、大学や学会で、資材と安全。 予防所輸出管理の実務をやってるというのは、だから、なかなかすごいですよね。企業の民間の方だとき、専門文化しちゃってるから、ねはい、と専門で分かっちゃってるから、だからある意味、ね、小林さんのように、お一人でやるか,お一人んか分からないですけどやってる、一人である程度やってる方もいらっしゃれば、で企業の場合は、さっき三岡さんもおっしゃった通り、あの輸出管理部とか、まあ、他の部門と、やっぱり、緊密に連携をしていくっていうのが必要ってことですよね、これ、うん、そうですね。はい、なんか割と、財部は割と、自分たちの部で、 あの完結したことが多いんですけど、ここ <laughs> はですね、やっぱりその、技術管理部とか、情報セキュリティ部とか、いろんなあの部との連携していくっていうのが、やっぱり重要になってくるかなと思いますね。<laughs> はいはい、結構、バッサイドも割と最近意識変わってきてまして、また、ねうん、そういった、なんか、はい、連携していこうという動きに変わってきてる感じをすごい感じますね。まあ、なんか今の、さっき、今おっしゃった、知財部がっていう、あの、観点で、私なんか今この、このスライドにキーワードとしって例えば IP ランドスケートとか、あと直近でいうと、コーポレートガバナンスコード。 あのところも、あの、まあ、IP ランスケープと、まあ、実際にやるのはね、知財部の分析とかの担当者の方だと思うんですけど、やっぱり事業部門の方とか、研究者の方とか、営業マーケットコーラボしてな,ないて感し、当然、コーポレートガバンスコードの対応って関連だと、知財部だけでできるわけじゃないから、まあ、経営企画とか IR とかの部門とやらなきゃいけないって言われて、中 <laughs>、はい、かみね、この安全、経済安全保障についても、多分 IP ランスケープとか、あの、岡さんも触れ,れてましたけど、IP ランスケープとか、CGC、えー、の対応と、並んで、えっ、ー、と、いろんな部門と、やっぱり連携して、 企業全体として取り組んでい、ま、ただっていう、そういうことですかね。そうですね。それは私がちょっとお伝えしたいことというか、はい、そういう意識を持っております。なるほど。はい、というわけで、はい、ありがとうございました。というわけでね、つらつら話してたら、おなんとえ1時間40分でした。<ー> <laughs> いやいや、全然私の方は大丈夫ですけどね、あのど長い時間皆様ご覧,ま、うん、ご覧いただきました。ありがとうございます。しかも、あかも三馬さんには日曜出勤でまだオフィスなのにすみません、はい、こんなそういう時間は。 はい、ありがとうございました。はい、はい。というわけで、あのちょっとなかなか知財部の切り口で経済安全保障についてのあのセミナーセミナーっていうかなこう解説いただけるのはないと思います。で、まあ最後まで皆様あのご覧いただきましてありがとうございます。三岡さんも本当にどうもありがとうございました。はい、楽しかったです。はい。また第三回もはいよろしく。ぜひまた聞かれました。よろしくお願いします。